「さああたらしいきみにであおう」「やりたいことしりたいことちょうせんしようよいますぐじっとしてるなんてつまらない」「だったらほんきでたのしもう」 おはようございます。花丸学習会外体験部の井浦と申します。えー、本日は視聴のお時間、えー、リアルタイムで視聴していただいている方、時間をとってですね、えー、アーカイブを見ていただく方、本当にありがとうございます。まずはですね、えー、簡単に自己紹介をさせていただきます。私はえ今年で50歳になります。花丸入社30年目になるんですが、22歳と20歳の娘がおります。えー、妻もいます。 で、えー、私自身ですね高校卒業してから、えー、一番最初にしたアルバイトがですねなんと野外体験のアルバイトだったんですねで高校卒業した時に周りが大学とか専門学校就職等ですね、えー、いろいろ決める中私は全く決めていなくて、えー、母親に「あんたどうするの?」って言われた時に言われたことを今でも覚えているんですが「えー、俺はサラリーマンにはなりたくねえ」って言って。 えー、言っていたっていいたうのを今でも思い出します、まあ、そのなぜそれを言ったかというと、えー、ただかっこいいだけだっただと思うんですけれども、まあ、そういうふうに高校、えー、卒業した後ですねでも何か働かなきゃいけない、えー、自分で遊ぶ趣味のためのお金を自分で稼がなきゃいけないっていう思いがあったのでアルバイトを始めて、えー、最初にしたのが野外体験のアルバイトでした一泊二日はですね年長さん保育園とか幼稚園で、えー、来る子たちを テーマパークとかでお預かりして、まあ、ただただ子どもたちを遊ばせるというアルバイトだったんですけれどもあまあ楽しかったですねただ本当に初めて子どもとこの至近距離で接するという経験だったのでいろいろ発見もあったり、えー、もう感動で泣いたりとかうまくいかなくて泣いたりということもありましたけど一つ思い出せるのがあのすごく手がかかる子がいて私自身その。 ま,あ、ま他の子たちと仲良くやってほしいのでその子が「んか他の子を叩くと何で叩くんだ」とか「並ぶよ」って言っても並ばなかったな何で並んでくれないんだ」とか、えー「じゃあご飯食べるよ」って言った時に「何でお弁当を投げるんだ」みたいなあの本当に一個一個その子に「なんでそうするんだなんでそうするんだこうしてほしいこうしてほしい」ってずっと言い続けた子がいたんですよね。 ねえ私自身その子に対してすごく愛情は持っていたつもりなんですが、まあ、その子がなかなかこうコミュニケーション取れないというか聞いてくれなかったというところがあってただ一、まあ、泊二日も時間が過ぎてじゃあこれでお別れですってなった時にあの私のクラスだったのでその子が私のクラスに並ぶという時に私があの、まあ、子供たち早く並んでほしいなと思ったので早い順に並ぼうって言ったんですよ。そしたら、まあ 皆さんあの想像できると思うんです子供たちわーってきてで多分その男の子は一番最初に並びなかったんですよねただ一番最初に並んだのが体の小さな女の子で、えー、並んだ時に2番目にその手がかかる子が並びましたで私はまあでも2番目に来てくれたんだと思っていたらですね一番前に並んだ女小っちゃな女の子をその後ろの男の子が思いっきり蹴ったんですね そのちっちっゃい子が私の女の子はもう私の前に転がってきてワン,ワン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 泣いているっていうでまあ、お別れのタイミングで、まあ、感動のセレモニー的なものだったんですけれども私は何かこれダメだなと思ってその男の子に向かって、まあ、仮に名前「貴く君」としましょう「あたかしへ」ってこれやっちゃダメだろうって私は興奮してたので声がまあ大きくなったりまあ 周りから見たらちょっと怒ってるに見えたぐらい私自身も高揚していて、なんでこんなことするんだって、何回言えばわかるんだって言ったんですよ。でその隆くんっていうのはもう下もいったまま、あの目回してくれない状態で,で、私が、君にはね、反省の色がないんだよって言ったんですよ。隆くんがずっとつむいてた目をパッと上げて、私の目を見て、お兄さん、反省の色って何色って言ったんですよ。 あのこの瞬間に、ああ、なんかこの世界いいなーって思ったんです、本当にで。何がいいかって、おそらくその貴く君は、その一瞬を生きていて、で配慮とかないんです、よ面白いからやる、腹が立ったから蹴るとかっていうような。 もうすぐ行動に移ってしまうようなあ子供ってこういう生き物なんだなっていうことを初めて実感して、まあ、今だったらそのタかシ君に対してこういうアプローチをしたいなとかこれやってたらタかシ君にもっと伝わったかなっていうことが自分の中にあるんですがただ本当にそのタかシ君がきっかけをくれて私は外体験というか幼児教育の世界に入って、えー、教員の資格も取って で30歳の時に花丸学習会に入社して、2年目で野外体験部の責任者を任せていただきました。今はですね、安全管理の責任者、まあ、コロナも含めた対策もさせていただいております。普段は週1回,週1回なんですけれども、年中さんから小学校6年生まで授業を行っておりますし、それ以外は本当に野外体験ですね、準備を進めておいて おりますで私は現場の人間なのであのよくこう,うこういう講演会だとこういう人がやってましたとか、えー、聞きましたっていうことがあるかもしれないんですが今日皆さんにお伝えするのは私の目の前で起こったこと私が経験したことをリアルに皆さんにお伝えして、えー、皆さんの子育ての何か一つでもヒントになればという思いでお話をさせていただければというふうに思います。どうぞよろししくお願いしますす今日ですね、まあ、本当にリアルだととやり取りとか 手挙げてくださいとか何か質問ありますかっていうことが言えるんですが、まあ、一方的になってしまうのもちょっと嫌なのであのチャットっていうものがあるので何か質問があったりとか、えー、いうふうに言っていただければと思いますチャットも私も見ますしあのスタッフ別におりまして確認しておりますので、えー、何かこういうのを聞きたいなっていうことがあれば最後の方で時間を取って えー、答えていいきたいなと思いまますすチャットもよろししくお願いしますといとうことで、では、レジュメですね、下や右、左ですかね、これを皆さんから見てね、左下に、えー、ありますので、それに沿っていきたいと思います。まず、えー、働けない大人を量産している日本の社会ということで、うん、あの私自身、10年前ぐらいから講演会を始めて、で、こういう野外体験とか、揉め事とか、いじめとか、 えー、そういうお話をさせていただいたんですね。コロナ前はもう本当に北海道から沖縄までいろんなところに呼んでいただきまして、えー、お話をさせていただいた中必ずある相談が、えー「うちの遠い親戚の男の子が学校に行けてないんです」とか「えー、お母さんが来られてうちの弟がニートなんです」とか、えー、実は4月こ今年度に入って4月5日 に講演会はもう本当に数回やらせていただいておりますが、そこでも必ずです、必ず学校に行けない、生、ま、き、あ、しぶりから始まる引きこもりニートの相談があるということが、まあ、実際として私は体感してるんですね、そして政府発表で大体80から90万人と言われておりますが、まあ、本当にこれが実数なのかっていうのもちょっと怪しいかなと。 私の感覚値的には各クラスに1人2人はいるぐらいの数だというふうに思っております。で、私が野外体験やまあこういう講演会を通じて関わっている方たちも実はいて、私は専門家ではないんですが、コロナ前は実際に会場に来ていただいたりとか、講演会後に食事を一緒にしてとか、あの実際お家に行ってですね、 えー、一緒にマリオカートしたこともあるぐらいなんですよね、えー、そういう、まあ、彼ら彼女の女の子もいましたけど通して私が感じたことを率直にお伝えすると、えー、まずコミュニケーション能力がすごく乏しいという点と、えー、睡眠や食事時間が不規則だったりとか、えー、あとですね「本気にならならいんですよねでマリオカート」やって「マリオカート」結構バカにできないんですけどもあの暑くなった時にですね負けるともうやらないって言うんですよ。 なんか私としては、いや、もう一回やろうよ、ファイヤー先生、みたいな熱い気持ちを期待してるんですが、一回負けると、あ、もうやめましょう、みたいなあ。なんかこう、本気になれないな。あと、えー、まあ、信頼関係を築いていくといろんな、こう、社会問題だったり、学校の問題だったり、友人関係、まあ、恋の話とかもしますけれども、その中で、他人の批判がすごく多いなと。もっと突っ込んで言うと、こう自分が嫌いなこととか、 えー、苦手なことを否定するそんなのは世の中からなくていいっていうようなことを言うんだなっていうその苦手とかうまくいかないことに対してトライするんじゃなくて切り捨てるっていうようなことも多いまあ自己肯定感が低いというところですね「俺自信ないから」とか「俺なんか嫌われちゃうから」とか、えー、そういったことを言うのはまあまあよくあることでこの自己肯定感が一つキーワードだなっていうことは私自身の中にはあったんですが。 まあその自己肯定感をじゃあどういうふうに幼児期から子どもたちに伝えていけばいいんだろうというようなことが私が目指す教育かなと思っていたときにです、ね、大阪の教育文化センターというところがですねあの子ども調査ということでアンケートを取りましたこれかなりの数を取ったと思うんですが、まあ、これ自己肯定感に関するアンケートということで、まあ、題名もズバリなんですけれどもちょっと見ていただければと思います。これはいと答えたた人の率を書きまますねね今出ました、ね まず自分が好きと答えたあーパーセンテージなんですが、小学校2年生が40%。まあ、分かりやすければ、小学校2年生の子に、あなたは自分のこと好きですかって聞いたら、はいと答えた人が、まあ、40%いたということですね。そして小学校4年生に聞くと45%。これ5%増えるんですね。この増える理由はもう明確で、4年生ぐらいになると下級生ができて、えーまあ、クラブの代表だったりとか、下の子のお世話をしなきゃいけないとか、 何かこう頼りにされるということで役割が与えられるということでまあまあ自分のこと好きになるとかえそういうふうに上がるんだろうなと思いました、まあ、中学生高校生なんてどんどん上がればよかったんですがここから下がっていく一方で高校2年生になると自分のこと好きっていう人が順にに1人になってしまうというのうな現実としてあったということですねで次あのこれはもう親としては聞きたくないというか絶対はいと言ってほしい私も娘2人いるので えこれはもう絶対はいって言ってほしい項目なんですが、まあ、生まれてこなければよかったですかっていうことに対してははいです。まあ、6割は大体生まれてきてよかったと言ってるような結果ですよね。で、まあ、高校2年生ぐらいになると、まあ、パーセンテージは下がっていくということで、えー、まあここには変わらず。まあ、この2つが私は主に自己肯定感を表すパーセンテージかなというふうに思っております。で、えー、ここの部分でですね、じゃあ、 小学校2年生の自分が好き4割はいが本当にこれ正しいのかなって私疑問を持ったんですよ。私は現場に出る人間なので小学校生低学年とか授業でも野外でも見てますけどいやもっといるだろうと思っていや待って待ってよと思って年中長さんもグループにたくさんいるな野外にもいっぱい来るなと思ったので私5年前ぐらいコロナの前ぐらいなんですが あの年,中ち年中さんはま親子なんですけど年長さんです年長さんの一泊、えー、雪国スクールサマースクールに来た子たちに時間がある時にね「ねちょっと来て」って言って自分のこと好きっていうふうに聞くようにしたんですよ。であまりにも聞きすぎてなんか自分のこと好きおじさんみたいなねあのお母さんから言われたことは「あああの人でしょ自分のこと好きって聞くおじさん」みたいな、まあ、おじさんは間違いないんですけどせめて先生って言ってほしかったなと思う気持ちは抑えつつですけどもあの、まあ、そういうおじさんにな,りなってですね えー、聞いてたんですよ年長さんするとですねもう大体9割う、まあ、本当にほぼ9割ですねはいと答える、まあ、どういうことかっていうと年長さんに、ねね「自分のこと好き?」って言うと「ああ好き好き」とか「うん」とか言ってくれるんですよもうそれメモしてあの嫌いっていう子いないんだなと思っててで1割だけこういう回答の子がいるんですよあの,あのさ「自分のこと好き?」って聞くと「うんお母さん大好き」っていう子がいるんですよね 野外に来て、ちょっと寂しくてお母さん思い出してるときにあの、自分のこと好きおじさんが聞いちゃったみたいなタイミングだったと思うんですけども、ああ、でもこういう時もお母さんのこと考えてんだなっていうことがすごく分かって、まあそれを入れるとですよ、私が関わってきた年長さんのほぼ全員が自分のこと好きと言ってるんですよ。でも、まあ、6歳とか7歳ですよ。3、4年後に6割減ってしまうんですよ。 これはなんか絶対この間に何かあるんだろうと思って考えたときに一つです。あるのは小学校に入学するということなんです。幼稚園、保育園というのは、えー、まあ先生が、ね、楽しく、まあ、遊びを通して協調性とかルールとか えー、いろんなことを教えてくれるいいところだと思います。私も保育園、最初は嫌いですが、最後はもうね、先生と別れたくなくて泣いてた記憶がありますけれども、まあ、そういう遊びとか生活というところにすごく重点を置いているので、子供は意外とその、まあ、嫌がる子もいるかもしれないですけど、あまり抵抗なく行ける子が多いんじゃないか。ただですその 幼稚園保育園から小学校に上がるとなると、まるっきり空気が変わるんですよね。勉強しに行くとこ、学びに行くとこ、子どもの数も増える、先生の数も減る。幼稚園保育園だとあの、靴下が開けなかったら、あのまあ、しばらくすればね、誰か来てあの手伝ってあげようかとか、こうやってやるんだよって先生が教えてくれたりしてくれましたが、まあ、小学校はまあそうはいかないと。そして初めて友達を自分で作らなきゃいけない。大きなランドセルにとって1人で行かなきゃいけない。 自分で発言をしなきゃいけない。ノートを取らなきゃいけない。もう本当ありとあらゆることが小学校1年生初めて体験するんですよ。初めてが多いと何が起こるか。これ失敗が多いんですよ。その時に私が失敗をしている子たちを見て思うことは、失敗って悪いことじゃないんですよ。これ失敗した時にその周りの大人が いやいや、そんな失敗じゃないよって、君ならできるよって、こうやればいいんじゃないって、ちょっとポンって背中を押してあげる、その連続が自己肯定感を作っていくんじゃないかなと思っていて、ただそれがやはり欠けているんじゃないか。まあ彼ら彼女を通して、えー、そこに気づいたのが、まあ、その、社会 <coughs> を切り捨てた理由みたいなのは青年期に多いんですよね。10代以降とか、まあ、高校時代に出演した、両親に離婚したとかね。 えー、部活でなんか失敗したとか、まあ、いろんなケースがあるんですがあただ共通する点はこう信頼関係築いていろいろ話したりしていく中で彼ら彼女らがポロポロ言い出すのは幼児期のお父さんお母さん、えー、先生、まあ、習い事のコーチとか、えー、から言われた嫌な言葉なんですよねちょっと言いますね、えー、リアルに言うと「あなたはいつもそうだよね」って言われてしまう、えー、何をやってもダメとか弱虫 いつも口ばっかり、もう知らないから、がっかりした、根性がないね、期待して損した、あなたからサッカー取ったら何も残らないね、という、まあ、ひどいもので言えば、生まなければよかった、みたいな、これ女の子から聞いたやつなんですけど、幼児期に言われたことが、やっぱり今でも心に刺さっている。その小さな刺さったものが、えー、抱えたまま大きくなって、えー、青年期、えー、多感な時期にいろんなことを経験したときに、そこが、 歪みとなな、っててて、ひび割れができてきてバーンって破裂するような私はイメージを持っているんですよね。なのでまあ幼児期この特に1年生になるあたりの大人の関わりとか経験値そういったものが生きる力を育てて生きるんじゃないかなって私が「生きる力もみご事肥やし」という演題をお話しさせていただいてますが、えー、もう他にも23個演題の話をさせていただきますが共通してることはお預かりした子どもたちどうしたいか。 将来、親は必ずいなくなります。親がいなくなっても一人で生きていけるために、えー、私たちが今何ができるかということをちゃんと伝えていく。子供が親がいなくなっても生き生きと自立して、どんな形でもいいです。会社に入ってなくても、本当にその子が生き生きとして、俺生きてるよ、私生きてるよ、楽しいよって、えー、そういった子を目指すために関わっているということになるんですが、もうそこは本当に最終的な目標になっています。そして、 まあ重要と言われる幼児期ですね。なぜ幼児期が重要かみたいなことを、私は野外体験の人間なので、野外体験を通して感じることがあるんですが、えー、雪国スクールとかで、例えば、100人子供をバス2台連れて行きました。で、雪原ですよ。誰も踏んでない、あのうさぎとかね、小動物の足跡があるぐらいの、もう360度雪原に連れてって、子供たち年長さんなんですよ、これ。100人連れてって。 さあ、じゃあ遊べって言ったんです。まあ、ルールも一応伝えた後ですね。そしたら、半分ぐらい、ごわーって行くんですよね。お、遊んどる、遊んどると思ってみて。でも、残り50人が動かないんですよ。寒いのかなと思いながら、まあ、近くの子に、どうしたのって言ったら、何して遊べばいいって言うんですよ。何して遊べばいいって、まあまあ、とりあえず、この雪に顔突っ込んでおくかみたいなこと言いながら、無理無理とか言じゃあ、隣の男の子にどうしたのって言ったら、 何してて遊べばいいいかかわらないって言ってで残り50人ぐらい聞くとほぼみんなそういうまあねあのちょっと寒いっていう子もいましたけれどもほぼ何して遊べばいいかわからないっていう子でこれはちょっとまずいんだなと思ってでその帰りとかですね解散後保護者とかにいろいろ話を聞いて普段どういう遊びをしてるのかなって聞くとあの雨の日はお,お部屋でブロックしてなさいとか今日は公園で遊びなさいみたいな。 なんか自分で選択していないんですよね、遊びを。そして言われた遊びをしているっていう、まあ、そこに安心感を覚えてしまっているんです。自分が何をしたいかみたいな。その場にいて心が躍動しないみたいな。なんか冷めてるような感じに見えたりとか。ということが、まあ、普段の生活から垣間見られるなというところで、まあ、これは本当に一番野外がいいなって。じゃあなんで野外がいいかっていうのを、この後ですね、ちょっとお伝,えお伝えできればなと思います。私が 責任者をさせていただいている野外体験、花丸グループの野外体験なんですけど、まあ、年間1万人以上の子供たちを野外に連れて行っております。まあ、ここにちょっと今日ねあの、ポスター貼らせていただいたのは、今本当ちょうどサマースクールの申し込みシーズンということで、えー、会員限定で行っておりますので、興味あればホームページとか見ながら私の話聞いていただければというふうに思います。まずですね、親元を離れる。すごく私も簡単に言いましたよね。これができないんです。 去年も6000人の申し込みがありました。申し込みが終わってから1週間、2週間でキャンセルがあった数が、えー、200件近くあるんですで。この200件、その理由です。子供が行きたくないからという理由なんです、ね。その子供が行きたくないからという理由で、えー、キャンセルした子。では、次、まあこれ1年生多いんです。よ、正直に言うと。1年生って本当に まあこの時期なので入学して1ヶ月ですよ。ようやく一人で行けるようになった。もう子供自身いっぱいいっぱいで、えー、プライド。その中でサマースクール行くみたいな選択肢を聞くと、生きて行かないみたいな。もうお母さんといたいみたいな。もう家にいて充電したいみたいなことで、えー、キャンセルされる方多いんですが、じゃあ、一度決めたこと、まあご両親で決められると思うんですが、サマースクール行きますと決めた。その子が行きたくないって泣いたから、キャンセルしました。じゃあ、そういう子が次、 サマースクールとか野外体験に来てる率ってこれ1割にも満たないんですよ。なぜか。もうこれ理由は簡単なんです。子供は一度許されると二度三度許されると思うから。わかりやすくば夕食時とかにですね、えー、今まではなんかこうご飯食べるときはお茶かお水みたいな。これは我が家のルールなんですけどすいません。これ落ち着けるつもりじゃないんですけど。あの、お茶かお水って言ってて、娘も今だにお茶かお水を飲んでいるっていうね。 次に例えば私の家庭で、じゃあ今日は特別暑いから、えー、オレンジジュース飲んでいいよって渡します。まあ、子供はもう、いや、いやっほーって言いながら飲むと思うんですよねで。翌日の夕食の時に必ず娘たち言うと思うんですよ。今日オレンジ,ジュースないのって。まあ、こういうことなんですよ。まあ、一度許されたらもう許される。子供は逃げ道を見つける天才ですから、あもう本当に両親で決めたことを変えないでほしい。とはいえですよ。いや、先生、そんな偉そうに言うけど、 泣いいててててるるる子を連れれっっトラウマにななんじゃないですすかって言われることもあります私が見ている現場で終わった後トラウマになってる子は一人もいないですむしろ行きたくないからって言って行かなかった子はそういうところには行きたくないという気持ちを持ったまま2年生3年生4年生5年生6年生になっていくんですトライしないままそこは嫌なこと親から離れるのは嫌なこと一人で戦うことができないっていうのを抱えたまま大きくなっていく方が私は恐怖だと思っていて で実際に泣いてた子がどういう状況になっているかを私はリアルにお伝えすると、また,たかしくんにしますね。えーまあ、個人情報保護ということで、全部今日はたかしくんっていう名前でいきたいと思いますが、えー、たかしくんのお母様、お父様、すいません。たかしくんっていう子が今3年生の子なんですよ、これ。で私もよく知ってる子で、えーまあ、本当にサマースクールとか一、まあ、人っ子なので、どうしてもこう強くなってほしい、たくまわしくなってほしい。 自立してしてほいいいいというお母ささんの強い願いで、えー、入会されました、まあ入会しないとねサマースクール行けないのでもう本当に私の教室来た時にもううちの子をサマースクールに行かせるために入会したんです先生先生はあのサマースクール責任者だと思われるので本当にお願いしますということで借りましたお預かりしますってで入会して4月入会だったので、まあ、この時期申し込みされて。 えー、まあキャンセルするしないのをご質問ではあったんですがなんとか阻止をして当日を迎えました3年生といっても結構体も大きくここだったんですよねで、えーまあ、お母さんから前日にですね連絡いただきまして「しくしく泣いております」「おそらく明日も泣いて新宿に行くと思います」みたいなね連絡をいただいて。 で、私はまあ新宿で待ってた、高しく来ました、大きいリュックをですね、えー、まあ頑張って、背中ちっちゃいリュックをお母さんが持たれていたのを、まあなんか面白かったんですけど、で、高しくは、<laughs> っ、はっ、ははっ、ていう風な感じで来て、高しくもおはようって言ったら、は <laughs> っ、ははっ、ていうね、もう会話もできないような感じだったんですけども、頑張ってきたねって言って、で、私が責任者だったら、じゃあ皆さん出発式始めるので、今あのやってないですけど、コロナ前はやつだってたね。 出発式始めるので、ね、集まってくださいっていうふうに集めたら、しくんがうわ行きたくないもう俺は行きたくないんだって、行きたくない,たくない,い,たくないみたいなね、それも貴くん3年生なので、100人のちょうどあのご飯とかいう真ん中の班で、ちょうどど真ん中で、周りがもうすごいざわざわするっていうような状態だったんですが、私はまあ出発式を終えて、で、普通はですね、そこでお父さんお母さんお別れしてくださいって言って、少し歩かせてバスに乗せるんですよ。この 歩く時間がすごく大事なんです子供はその歩く時間に心を整えるんですお母さんとお父さんと別れて寂しいでもこれからみんなと冒険に行くんだっていう冒険モードに切り替えるための時間と思ってるなのであの行ってきますしたらお父さんお母さんここでお別れしてくださいってお願いするんだ。実はそういう理由があるっていうのことを分かっていただければなと思うついてきてしまうとあ,あお父さんお母さん来てるお父さんお母さん来てるっていう状態がずっと続くのでなかなか冒険モードに切り替えられないんですよね で、もう、ここではっきりお父さんお母さんが、おいし、頑張ってこいって、お父さんお母さん、ここまでだからっていうふうに言ってもらえると、すごく子供はさって切り替えられる。これも表情見てればわかるんですけども、お切り替えた、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 みたいなふうに思えることができます。まあ、隆しくはちょっと無理だったので、お母さんに、本当はここで皆さんお別れですけれども、まあ、バスまで来てください。まあ、お母さんだけになると思いますが、ということで、来てもらいました。もう隆しく泣きながらお母さんと手をつないで、もう行、ん、きたくないよ、って言いう。 で、バスに乗る瞬間に、まあ、お母さんに、えー、まあ、高子くとお母さんに、まあ、ここでお別れですって言って、言ったらですね、高しくが、もうお母さんキャンセルしてください、みたいな。で、お母さんも、どうやってキャンセルすればいいのかしら、みたいになってるから、いや、ダメだ、ダメですって言いながら。で、私は、お別れですって言ったら、お母さんの方がですね、隆高隆子って言い出した、まあ、なんこの永遠のお別れか、みたいな。なんか自分が悪いことしてるかな、みたいな。 新宿っていう土地柄もね、あって人がちょっと集まってきて、まあ、これはまずいなと思って、高志くん抱えて、じゃあお母さん、お預かりしますって言ってバスに乗ろうとしたんです。で、こう、入り口に入ろうとし入れないんですよ。なぜか、高志くんこうやって手と足広げて、こう、なんていうんですかね、スパイダーマンみたいな、そう、私はこう入ろうとしてるみたい。でも、これはまずいと思って、手と足畳んで、こうやってもう頑張って汗だくになりながら、押し問答して、バスの中に入って、一番前の席の通路側にポンって置いたんです。 するかし、橋はすぐ窓側にバーって行ってあの窓ガラスで顔をパッとぶつけてママ、ママ、どうなんだろうと思ったら、高橋高橋って言いながら、<laughs> まあ、2泊ですよけど、頑張りましょうみたいな気持ちで、えー、運転手さんにもうじゃあ早く行きましょうって言って、バス出したんですよ。 で、まあ、運転手さんとあ、サービスエリアここですね、とか、シートベルト確認してますとかね、まあ、そういうしょっちゅう絶対確認しなきゃいけないことがある確認して、30秒ぐらいして、こう、席に戻ろうとして、高しくん見に行ったら、高しくん、窓にペタってくっついてたはずなのに、通路側に座って足組んでるんですよ。泣いてないんですで私が高志くん、高志大丈夫って言ったら、え、何がですかって言って。うん。何がですかか。そういう感じなんだなと思いながら。 泣いてたから、ちょっと心配になっただけなんだよねって言ったら、ああ、はい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 。あの俺の班、後ろなんです。一番後ろの席なんで、後ろに行っていいっすかって言うんですよ。さっきまで、ママママって言ってたのに、いいっすかって言う、ね。ああ、ここ、どっちが本当の姿かなみたいなことも葛藤しながらも、ああ、いいよって言ったら、ああ、ありがとうございます。ちゃんとね、お礼をして、後ろの席行って、えちょうど真ん中空いてたんで、ポンって座って、ああ、俺3年生、高志よろしくね。みたいな。周りの子に言うっていう。 これなんだろうなって、まあ、最初の方は思ったんですけど、まあ、これが切り替えるってことです。じゃあ、高橋君、本当にお母さんと離れるの、こう、演技だったら、そんなことないです。この身を切られるぐらい、本当に悲しかったと思うんです。でも、お母さんの姿が見えなくなったら、冒険モードに変えなきゃいけないです。なぜならば、まあまあママって泣いてたら、馬鹿にされる。弱いやつだと思われる。だから、強い自分を演じなきゃいけない。ここが大事なんです。親元を離れる理由の一番、そこなんですよ。その場で、 自分をよく見せるとか頑張ろうとする気持ちってやっぱ親がいないと生まれてこない。周りの子も頑張ってるから自分も頑張るみたいなところが良さなので出していただきたいなと。で、えー、出発で泣いてる子がじゃあどれぐらいで泣きやんだかっていうのをですね、2018年私データを取ったんですよね。最長で3分43秒です。お母さんと離れてですよ。バスで1分とかもう2分で泣きやんでるってことです。最短でですよ。23秒ですよ。 行ってきますって言って、ママ行ってきますって言って23秒経ったら、ねえねえ、バスの中でおやつあるみたいな感じですよでもこ。ここは切り替えられるから子供のすごい幼児期の良さでもある。だから行かなかった、嫌で行かなかった子は嫌だっていう気持ちしか残らないということをですね、踏まえてあの、一度決めたら出していただければ。そしてもう一個やってるのは同じ半規模だし。これ数年前までですね、同じ半規模を取っていたんです。兄弟とか。 友人同士、まあ不安だっていうことがあったので、えー、取っていて、まあそこもね、良さはあったんですが、ある時、あよく、これは社会に出た時の子供たちの生きる力を育てるサマースクール、野外体験って考えた時に、どれだけミニ社会を経験させるか、その最初のドキドキ感、新入社員になって社会に出て、まあ、いろんなことが起こる練習をやっぱりしてほしいと思って、えー、グループで考えて、 同じ半規模なしにしました。まあ結構ね、残念ですとか、それがあったからよかったのにっていう意見もいただいたんです。もそれは大事な意見としていただいて、1年やりました。やりきったら、アンケートが内容がカラッと変わったんです。今までは友達規模だったら楽しかったですとか、またこのコース行きたいですとか、えー、まあそういう要望みたいなのがすごく多かったんですが、同じ半規模なしにしてからのアンケートが、まるっきり真逆になったっていうのが、一番多いのが、 子供が成長しましたっていうアンケートの内容が多かったです。そして、よくあるアンケートの中で、あの、こういうサマースクールとかに参加すると劇的に変わるっていうふうに思われる方多いと思うんです。あの、1000人に1人ぐらいいます。もう人格変わっちゃったな、この子っていうような。でも、その他の子は本当に些細なことで成長しているっていうところがあって、一番多かったのが、挨拶するようになった。下の子に、下の子に優しくなった。 えー、お母さんのお手伝いをするようになった、えー、スリッパを揃えるようになった靴を揃えるようになった扉を閉めるようになった自分で着替えるようになった1、えー、人で眠ることができた、えー、またどんどん外に行きたい、えー、外遊びをするようしたいようになったゲームから離れていったみたいなことが友達同じ半規模なしにしただけで増えてくるっていうね え、意味があることなんだな、というふうに思いました。そして、まあ、高学年がいることによって、低学年の子たちは、あ、ああいうふうになりたい。憧れの人に、今、高校生リーダーもね、たくさん卒業生に帰ってきてます。去年も200人ぐらい、えー、サマースクールは、高校生リーダー帰ってきましたけれども、そういう高校生リーダーになりたいっていうね、ああいうお兄ちゃん、お姉ちゃん、えー、みんなに慕われる優しい人になりたいっていう人に触れるということも、すごく、えー、将来につながるんじゃないかな、というふうに思ってます。まあ、縦割りで同じ暗記号なしでやってると。 でまあ、ここまでお話しして、いろいろね、えー、野外体験っていいなって思われる方いると思うんですが、ただですよ。企画後のアンケートで、毎年1通、2通、このアンケートがある。帰ってきた子にお母さん必ず聞くんですよね。お帰り、ま、ぎゅーとかするかもしれん。どうだったって聞きます。子供は、お母さん楽しかったよって。ね、お母さんそこら辺までニコニコなんだ。その あと、ちょっと顔色がうもう曇ってきて、何がって聞くんですよね。で、子供は、まあ、ニコニコで、全部って,って。お母さんが、まあ、まあ、もっとちょっと険しくなるただと思うんですけど、具体的に何がみたいな。あれできたのこれできたみたいな。ちょっと、ちょっとこう、詳細を聞くと、子供はもう必ずこれ100%言います。忘れた。この忘れたに高いお金を払っていると思うと、腹が立ちます。ってアンケート。大体、い,いつかいついただくんですよ。まあ、来たーみたいなね。 ででもこれは実際にあるんですよ今多分見られてる方はああうちの子そうですっていうことがあるんですがこの忘れたとかいう子がじゃあどういう気持ちどういう経験してるかっていうのを私現場の人間なのでリアルにお伝えするとこの前雪国スクールやりましたそして100人ぐらい初めての子スキー初めてやる子ハンドハナマルのスキースクール入れてほしいんですが えー、すごく上手になるし上手になるだけじゃなくて大事なのはまたスキーに行きたいと思うことです技術習得じゃなくて、えー、スキーだけじゃなくて他の子にもちょ他のことにも挑戦したいと思える気持ちを育てるのはスキーが一番いいと思ってるからやってるんですけども、えーまあ、そこでね、えー、100人ぐらい来て1人だけですよあのボーゲンっていうブレーキができなくてリフトに乗れない子がいたんですもうみんな2泊3日で大体、えー、もう2日目の午前中からリフトに乗り出す子も出てきて えーまあ技術集もほんとねこう曲がることもできるようなことができてきてるなんか一人だけまあこれたかし君にしましょうまた,たかし君だけが暴言ができなくてうわーって転んじゃうみたいなブレーキかからずに直角行みたいに行っちゃうだからこのままだとリフトの隅危ないなっていうことで私がじゃあレッスンしようってことでたかし君をもう2時間ぐらいですよ汗だくになりながらレッスンして最後のもうリフトあと10分で終わりですぐらいの時に キューって止まれたんですよ。高橋やったなーって言って、リフトに乗ろうぜって言って、うんって言いながら、もう歩いて走ってね、あの、板履いてると遅いので、板持って、はあ履いながら、リフトに乗って、また履いて、ギリギリセーフみたいなのに乗れたんです。で、リフトに乗って上に上がっていくと、まあ、スキやられてる方は分かると思うんですけど、リフトの上の方行くと景色変わるんですよね。空気が変わって、ちょっとひんやりして、雪景色が広がって、あーなんかすごい綺麗だなーみたいな。 私もその瞬間好きなんですけど、隆史くんがその景色が変わったのを見て、空を見ながら手をこうやって組んで、あの、この景色をお母さんに見せたかったですって言ったんですよ。あれもしかして、隆史くんのお母さん亡くなってるのかなと思って、私はあの2時間のレッスンの中で、 お母さんに見せよねとかお母さんこの写真見て喜ぶよねとかもう本当にお母さんっていうキーワードを連発してしまったのであたかし君に悪いことしたなと思って、まあ、ドキドキしながらやばどうしようどうしようと思ったらリフトがねリフト降り場ですみたいな声聞こえてきておお降りなきゃと思って貴司君と降りてでまあちょっといろいろ考えながらも滑ってたらですね初めちょっと転んだりしたんですけどここが面白いんですよ仲間がおおかしリフト乗れたんだなお前かっこいいぞとか言うと転ばなくなるんですよね この子供の何て言うんですかね、成長力というか、いいところを見せたいとか、あ楽しいって思った瞬間に、一気にはあの上がるというか、あそれでもう全然その友達に、すごいね、すごいねとか言われて、ハイタッチとかしたらあの転ばなくなって、1キロぐらいのコースをもうほぼ転ぶのゼロで、えー、ブレーキもかけながら、緩めながら、スヤ滑ってきて、時間通り滑ってきて、えー、で、私に向かってですね、くんが、 いや、惜しかったです本当に面白かった。ありがとうございます。って言ってくれたんです。私も泣きそうになって、ちょっと涙もろいで泣きそうになって、あ、でも、この子を傷つけたかもしれないと思って、私はもう滑りながらずっといい質問ないかなと考えて、一つだけいい質問を思いついたので、貴く君に言ったんですよね。ねえ、貴司君、貴く君のお母さん、どこにいるのって聞いたんですよ。我ながら天才と思ったんですけど、じゃあ貴司君が、ああ、お母さん、 お家でおせんべい食べてるかなって言っんですよ。ああ、生きててよかったーと思って。で、高しくはまあ、本当他の子に比べてリフト1回しか乗る。他の子は10回とか乗ってる中、1回しか乗ってなかったので、ちゃんとね、説明しなきゃいけないということで、解散場所に行って、私がレッスンしたので説明しますということで、えー、解散場所に待ってました。高志のお母さんがね、ニコニコして、もう高志お帰りって言って、どうだったみたいな、えー、空気になって、 え、くるくるくるかな、くるかなと思ったらお母さんいたやつね、どうだったって、はい、来ました。と。橋くんが、楽しかったなって。お母さん、何が全部って言って。したら、え、具体的にスキーはとか、ご飯美味しかったの友達できたのとか、お味噌しなかったのって、もうね、もう隆くん答える間もない10個くらい、こう、浴びせるんですよね。で、最後、隆くんもうなんか、もういいよいいよ、みたいになって、ちょっとね、 ニコニコ顔がなくなってきたときに、ねどうなのって聞いたら、貴く君がうん、忘れたって、いや、忘れたじゃなくて、じゃあ、雪国スクール、どうだったのって、お母さん、質問を変えたんですよ。したら、まあ、私としてはですよ、2時間、彼ともう涙を流すようなレッスンをして、感動体験を2人でして、楽しかったねって、また2人で滑りたいねみたいなね、男の友情みたいなのもあって。 彼がどれをどういう言葉で表現するのかなと思って、多分私すごいニコニコしてたんですけども、あのね、どうだったの雪国スクールってお母さん聞いたら彼はですね、たった3文字で終わらせました。普通って答えたんですよ。どう皆さん、この家に帰ってきた子供たちの普通からこの壮大なドラマを想像できる人はほぼいないと思う。でも、これが現実なんですよ。 子供ってたくさん経験したから忘れちゃうしあの、いろいろ経験した子ほど楽しかった、忘れた、普通って言うんですよ。だからそれを聞いたら、ああ、この子はいっぱい経験したんだなって思っていただくのが私は一番いいかなというふうに思ってます。で、あのまあ、なぜ野外かっていうところをちょっともっと加えると、日常生活においてあまり褒める機会ってどんどん減っていくんですよね。まあ、初めて 立った時とかわ立ったたとかもう今日も立ててるとかね、本当に私も娘がサマースクールで帰ってきたらですよ、あのた生まれ7月生まれだったので、サマースクール終わって帰ってきたときに、1ヶ月、2ヶ月ぐらい経ってましたっけど、ちょっと夜遅かったので、自分でご飯作ろうと思って、キッチン立ってたら、ここに何かいるんですよ。娘なんですよ。立ってるんですよ、ね。 でも私立ってるの見たことなかった。立ってると思って、もうすごい喜んで、えー、今でもその瞬間を思い出せますけれども、なんかその、生まれてきてからだ褒められること、びっくりされること、すごいねって言われること、どんどん減っていくんですよ、ね。小学生ぐらいになるともう,う一気に減ってしまうできて当たり前。なぜできないのみたいなのが、逆転して増えていくい。その中で、野外体験って褒められること多いんですよ。 例えばこんにちはって言ったら宿の方が本当ね元気いいねとか靴揃えたらちゃんと揃えるねみんなほらお手本にしようとかドアを閉めるとありがとう寒いからドア閉めてくれてありがとうとかいただきますって言ったら元気ないいただきますいいねって気持ちいいねとかねかそういうことがいっぱいあるんですよ普段褒められないことがたくさんある承認されるっていうことできるできないじゃないんですよ できたからいい、できないからダメという評価軸は、野外の中でほぼないです。何かすると必ず誰かがスタッフが、花丸のスタッフが見つけてくれる、友達が言ってくれるっていう。えー、そこら辺にですね、えー、面白さがあるんじゃないか。例えば虫好きな子、お母さんにバッタだよって、あ、もう気持ち悪いとか言われるんだけど、野外でバッタだよって、うわーってみんな来て、バッタだーみたいな。バッタ一つで100人集まりますよ。バッタカミキリで200人ぐらい集まる。 もうここが取った子はヒーローです。で、両手にバッターを離してバーン飛ぶみたいなね。そういうのも褒められるというか、すごいって言われる。どんな子も褒められるんです。いじめられてる子が、学校でいじめられてる子がサマースクール来て、走るの遅いからいじめられてたんですよ。で、私はそれ知ってたので、じゃあ後ろ向きで走ろうってやって、後ろ向き走り選手権って、もう今ちょっと危ないからやらないですけど、その時やったんですよね。その子めちゃくちゃ速くて、6年生に勝ったんですよ、3年生ぐらいで。 そこでなんかね、後ろ向きチャンピオンって言われて、子供時代ちょっとよくなかったんですけど、まあ、子供たちがつけたんで、私は訂正できなかったんですけど、後ろ向きチャンピオンが、なんとですよ、学校に夏、まあ、休,休み明けて行ったらあの、俺こんなんできますみたいな自由時間にやって、後ろ向き走ったら、なんかはやってお、そこでも後ろ向きチャンピオンって言われたらしいんですけど、もういじめがなくなったみたいな例もあったり。だからもう本当にそういう自分をこう変えてくれる、自信をつけるのが野外体験ということ。 そしてもう一つは自然が合わせ、自然は合わせてくれないです。社会に出て理不尽なこととか、まあ本当にキにミュニの方たちと関わってきて分かったことが、まあ自分にぴったり合った会社とか異性もそうですけど、あると思ってます。それが合わないから切り捨てて切り捨てて結局行く場所がなくなる、選択肢がなくなるっていうことなんだろうなと思ってるんですが、まあ生きていくって本当に社会に出てその場で合わせていく、えー、その場で頑張るっていうことが、 私は生きる力だというふうに思ってるんですが、まあ、そこがなかなか伝わらないというところで、やはり野外だなと思ったのが、2泊3日、川遊びに行きました。2泊3日、雨ってこともあるんですよ。その時に、私は子供たちをよく観察してます。あの大体2つに分かれるんですうわー、雨だ、つまんねえ、こんなコース来るんじゃなかった。いや、また雨じゃん、カバー行けないじゃん、みたいな。マイナスのことを発言する。逆に。 えの、雨だけど、なんか涼しくてよかったね、とか、雨上がりにしみられるのかな、雨のプログラムって体育館かな、体育館で何するんだろう、みたいな、プラスに考えてる。2 0 3日ぐらいしたら大体分かれます。そのプラスの子に周りには友達がいっぱいいます。マイナスの子しか言わない子に周りには誰もいないです。っていうことが、社会なんです。自然は合わせてくれないから、その合わせてくれない中でどう楽しんでいくか。 喜びを見つけていくか周りを巻き込んでいくかっていうことが野外体験には詰まってるということで、えー、私は野外体験をやってます、まあ、そこで子どもたちの教育をしたいということでやってるということですねで、えー、ちょっとレジュメの3番ですかね幼児期の特性を知るというところで、えー、ここ4歳から9歳、まあ、幼児期の話をさせていただくんですが基本的生活習慣が身につく時期生きていく基礎力が決まる時期っていうふうに言っても私は過言ではないかなと思ってます で幼児の特性ですねこの幼児の特性をまずはお家の方によく知っていただきたいなと思っていてちょっと幼児期の特性列挙しますね、まあ、すぐなく忘れやすい恨みを持たない落ち着きがない我慢ができない聞いていない振り返りが苦手危ないことをするのが好きえギリギ,ギリギリが好きシャツが出ているですどうですか皆さんのお子さんシャツ出てますか出てますねあの出てる方は健全です出てていいんですよ出てる のがい,いというわけじゃないですけど、出ててもああの不安にならないでください。この特性がです、ね、まず落ち着きがないみたいなので、相談もあります。あの、花丸グループは幼児,期幼,児あの幼児期の子たちもたくさん預かっているので、うちの子落ち着きないんですよ、先生って、学校の先生からも注意されるんですみたいなことあるんですが、私が花丸に入社して一番最初に授業を行ったのが60分の年長さんの授業なんですよ。今でも忘れない。今でも そのノートを持ってるんんんでですすがが授業中にいろなこと起きた前の子が机をガタ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 する椅子をガタ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 するでびっくりしたのが一番後ろの子は普通にこうやっておっとおっと歩いてきて私がいる前の黒板にこうやってタッチしておおとおって戻っていくんですよでこっちの子はなんか突然ウフフーって言うんですよでウフフーって言った子に「どうした?」って言ったら「え何がですか?」って言うんですよ「いや君今ウフフーって言ったよね」みたいな いや、わかんないですみたいな。なんだこれがと、でもとりあえずメモしようと思って。いっぱいメモして、もう大学の三ページぐらい。六十分の授業で、いろんなことが起きたので、ねえー。メモしてですね。終わった後、くた、くたになりながら。先輩にですね。先輩、僕、授業今日したんですけど、こんなことが起きたんですけどって言ったら。ああ。ある、わかる、わかる。あ、それ言ってなかったねって。あ、それ体ちっちゃい子でしょって言われたんです。もう思い返してみると。確かに。 ここに書かれてる子は体がちっちゃい子ですって言ったら、それは、じっとしてると、人間っていうのは、まあ、血を循環させて生きてるから、じっと、体がちっちゃい子はじっとするとあのじ、血を循環させなきゃいけないから、脳が動けって命令するから、あ無意識だよって言われたんですよ。ええー、と思って。無意識で、うわっうって言う、無意識でほほってくるんだみたいな。もうでも、それは今思えば分かる気がします、意味が。で、 じゃあ、そういう子たちにどういうふうに対応すればいいんですかって言ったら、先輩がですね、いやいや、それは教育だから、君の教育感が大事だから、10年、20年かかっても、そういう子にどう接するかっていうのは自分で考えた方がいいよって言われて、大きな課題をいただいて、10年経って初めてパッて出たのは、こう、付けがたがたしてる子の前に行って、生きてるねって言ってるだけです。おー、生きてる。流れてるね、血が。みたいな。 しばらくすると収まる。でも、ちょっとテストとか困るんですよね。テストとかガタガタとか、ヤホーとか言われるとちょっとまずいんで、その子たちは、まあ2、3人なので、まあ授業、テスト前に集めて、私はちょっと鬼ごっこしたりとか、あの、いろいろちょっと体を動かして、はあはあ言う、はあはあがこう、ポイントです。はあはあ言い出したら、席について、じゃあテスト用意スタート、みたいな。そうすると、あ、あ、なんか落ち着きますって言いながらやってますよ。 逆になんか法事とか、そういうじっとしなきゃいけない時って、えー、じっとさせる前に走らせた方がいい。これも実感としてあるので、ちょっと試してやっていただければなと思います。あとね、聞いていないっていうのも幼児の特性なんですよ。まあ、聞いていないじゃなくて、聞こえていないんです。言ってしまえば。でこれ一人っ子とか特に多いんですが、あの、わかりつけば夕食時、お母さんがご飯できます。まあ、そろそろできますみたいな時に、えー、くん 高志くんって言わない、くん言わないですね。高志、ご飯よ。片付けなさい。みたいな。まあ、レゴとかね、やってる高志くんに声かけます、ね。その一声目は、めちゃくちゃ優しいんですよ。私も家で何度も優しい一声目を聞きました。でも、聞いてないんです、高志しん。あ、高志、ご飯よ。まあ、これまで優しい息ですよね。高志、ご飯食ってんでしょう。みたいな。聞いてる。高志もう最後の方行くと、近づいていって、こう、高志くんの肩を持って、 たかしご飯がつってんだろーみたいな。つってんだろうみたいなね。ってんだろうまで行くんですよ。で、たかしがパッと見じゃあ、タカシくんは、どこで気づいてるか。もうわかりですよね。つってんだろうで気づいてるんです。だから作文に書くんですよ。僕のお母さん。僕のお母さん、いつも怒ってる。い,いやいや、違いますよ。最初、たかしご飯よーみたいな、ね。すごい優しい声で言ってた。 でもそれは誰かし聞いてないんですよ。集中してる。逆にですよ。でも我が子集中力ないんですみたいな相談もあるんですよ。だからここがね、面白いところですよ。なので私はやってることをお伝えします。えー、まあ、授業とかで挨拶大事だからっていうこととか、野外でも話を聞いてほしいから、じゃあ、ァイヤーあ、自己紹介しなかった。私ファイヤって言いますね。今時始まって1時間経って自己紹介ですね。ファイヤーって言いますけれども、あのファイヤーはみんなにちゃんとお話聞いてほしいからって言って、 目を合わせてって言ってもだいたい100人ぐらいいてもう10人ぐらい合ってないんですよでも私はその合ってない子に目を合わせろって言わないですそのなぜかというと小学校の時に黒板をバーンって叩いてうるさい静かにしろ前見ろとか、えー、まあ恐怖で支配する先生がいたんですよねいらっしゃって私その時こうメモ取る癖があったんですけどその書いたメモを今でも思い出すのがこんな大人になりたくないって書いたんですよ。自分は絶対そうはならない 書いてそれを大人になって見た時に思い出してあそうだ自分はこうやって例えば電車の中で大きな音を出してる人その人を悪にするんじゃなくてあそういう人にならないにしようとか、まあ、子供に対してもそうですテレビでねあの、まあ、犯罪とかいろいろ出てきてこの人悪いみたいな悪を作るのは人なんですよで悪を作ってでもその後何にもいいことないんですよむしろ生かすんだったらこういう人にならないにしようとか。 えー、悪を作るんじゃなくて自分に全部こう振り返ってね正していくっていう反面教師にするっていうことをずっとやってきた流れで私はそういう風に恐怖で支配したくないなと思っていてで挨拶する時も「じゃあパンお,お話します」って言った時に会ってない子に対してどうするか目が合ってる子に「おおかし今日もキラキラした目だね目合ってて嬉しいよたかし一番最初に目が合ったよ」ぐらい話すと目が合ってなかった10人を見ると目が合ってます。 ちゃんと合図を出せば分かるんですって、あ、気づいたらみんな目が合った。うれしいな、さすがみんなすごいねって言って、全員褒めることができる。黒板バーンって叩く恐怖でやると、怖いから見るんですよ。じゃあ怖いから見るで育った子どうしますか怖いものがなくなってやらないんですよ。伝わってないんです。なので、えー、お家でね、夕飯時どうするか、最初から行って、 高志く君にポンポンって叩いて目をわせて高志ご飯だから片付けて分かったうん。うん。分かったじゃあありがとう。お願いねって言えば終わる。そしてもう一つです。ここのポイントも大きなところなんですが日常生活においてやって当たり前と思うことが増えてくるんです最初はね、なんかおはようって言ってくれた言葉がおはようって喋ったみたいな喜ぶじゃないですか。でももうじ だんだん時間が経つと「おはよう」っていうのは当たり前になってくるんですけれども私はここがミスだなと思っててできることが多い子いろんなことに挑戦する子って今できてることを褒められてる子多いんですよ一つ今日皆さん試してほしいと思うことが一つあってお子さんが帰ってきて「ただいま」でもいいですし靴を揃えたまあどちらかでもいいと思うんですが「あのただいま」って帰ってきたら「あ,あんたの元気なただいま好きだわ」って ちゃんといつも言ってくれるよね。ありがとう。靴並んでたら、あたさ、いつもこうやって綺麗に靴並べるねって、お母さん気持ちいいわ。ありがとう。って言ってあげてください。一生、挨拶、靴を並べる、やると思います。たったそれだけです。できないことだけを言われる。できたときに、できたって、すごいねって言われないことが、自己肯定感を削っていくんですよ。だから、まあこれ本当に私のお願いになるかもしれないんですが、 手前のことを1日1個でも1週間に1個でもいいから褒めてほしいな特に長男、長女の子は褒めてほしいなと思いますえちょっとそれましたねあと最後シャツが出ている子は大丈夫かっていうことなんですがシャツが出ている子は大丈夫ですシャツ出ている子はしまう時間がもったいないぐらい遊びたいんですよそれぐらいやりたいことがあるといういいことなんですシャツしまう意味なんてわからないんですよ6歳の5歳の子大事なのは あんたシャツしまいなさいって言ってるでしょみたいな恐怖じゃなくて、シャツ出てるって恥ずかしいんだよって言うだけでいいですすると、好きな子ができて寝癖気にするようになったあたりで、おシャツ恥ずかしいんだよな、しまおうってなるんですよ。だから幼児期でちゃんと伝えて、青年期、まあ大体中学生、高校生ぐらいになって、ちゃんとできるようになればいいというのが幼児の特性なんです。だからそこら辺をね、理解したアプローチをしていただければと思います。では、いじめかどうかの境界線という、かなりね、時間が押しましたね。 えー、いじめの話を一個だだけさせていいただきますあのいじめっていつが多いかっていう話なんですが中1中2がいまだに多いです。世の中に出てるデータは小学生が多いって出てますがこれはまあちっちゃなもめ事も多いそのいじめの定義を下げたんですよね。バカって言われたはい、いじめです本人が嫌だって言ったらいじめですみたいなことで下げたことによって低学年のいじめの件数が増えていますが皆さんが思い浮かぶ本当のいじめっていうのはやはり中1中2が多い。 そして学校に行かなくなる、えー、引きこむり、生きしぶりになるっていうのも、やっぱり高学年中学生が一番多いかなっていうふうにあります。その中でいじめの話をさせていただきます、えー。この事例通りですね、わがままな A 君っていう子がいました。一人っ子、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんっていう大人に囲まれた A 君はもう可愛らしい。高学年の女の子から、もうずっと抱っこしてたいみたいな。もう生きる力満々です、この子。で、えー、子が一人 A 君。で、B 君っていう子が、 男の子、男の子、男の子の三人兄弟の長男。気が優しい。えー、みんなにいろいろ譲ってしまう。自分の意見が言えない。これ私の教室の子だったんですが、お母さんの悩みとしてはそういうこと。サマースクールに行って、えー、そういうのを改善して、どんどんこうなんか、積極的になってほしい。えー、っていうことがお母さんの望みでした。で、まあ、その A 君、B 君が、 同じ班になって、まあ4年生、5年生とか、他の2年生もいたんですが、A 君が面白かったのが、到着してお母さんのお弁当、作ってくれたお弁当を食べるんですが、これぐらいの大きなおにぎり3つだったんです山下清二さんからもうぐらいですよ。おにぎりこんな好きな子いるんだみたいな。顔ぐらいあるよみたいな。んですけどもあ、食べないんですよ。いただきますとしてなんで食べないんだろうおにぎり好きなはずなのにと思って。そしたらしばらくしたらリーダーにね、ちょっと食べてって渡す。 なんで渡すんだろうと思ってリーダー食べます。まあコロナ前だったのね。でもう、あ、もうちょっともうちょっとって言って、だいたい3分の1食べたあたりで、あ、もう、もういい、もう、もういいって言って食べ始める。もうこれ何してんだと思って、この子は将軍家間の何かで毒味が必要なのかなみたいなことで、ちょっとこう健康調査とか見ても、いやまあ普通だよなと思って、まあ聞こうと思って。ねえ、A、君ちょっと来てなんでおにぎりリーダーに食べさせてくれたのって言ったら、ああ、あれですね、具が出るまで食べてもらったんですって言ったんです。これ後で分かったんですけど、お母さんに聞いたら、 あのお弁当を作ってもご飯食べないそうか唐揚げとか卵焼きとかおかずしか食べない子だったのでお母さなんか知恵を絞っておにぎりでコーティングしたんだだから大きくなったもうでもねこの子すごいですね物の,の見事に突破しましたよねリーダーに食べさせるっていうねだからよく思い出すとこうああ卵焼きってこれ出してたああウインナーっておにぎりの中から具を出してたのあそういう意味かと思って、まあ、そういう A 君とで B 君っていう子はあのまあ 長男いいうことですごく優しいみんなにとお便りにされるもうすすごくいい班だったんですもう時間があればみんな頭くっつけてもう汗だくで歌作ったり遊んだり変なゲーム考えたりとかイやーとかもう常になんか楽しそうでキラキラしててもうすごいいい班だなと思ってて、まあ、このまま終わるだろうなと思ってたんですけど事件は帰りに起きましたまず A 君 B 君が来ました 長男の、ね、で、まあ、早めになんかバスに行く理由があったと思うんです先にこう帰る前に宿からバスに移動する時に、まあ、リーダーと一緒にで靴履く時に A 君の赤い俊足の靴です当時こう光る靴って珍しかったんですけどでみんなが「すごいね」って言ったのを覚えててあこれ A 君の靴だって言ってこう上の方にあったので B 君がまあ優しさで玄関にポンって置いたんです、まあ、A 君体ちっちゃいので届かないだろうっていうことで置いてくれたんですでリーダーと行きましたで次に えー、A 君率いる、まあ、10人ぐらいですかね、他の班の子たちとも、わあなんか寂しいね、帰るの寂しいねとか言いながら玄関に来たら、A 君があれ俺の靴がないって言ったんですよ。したら、さっきその靴を B 君が移動させてたのを見てた他の班の子が、ここは分岐点です、悪意のない分岐点がこあの訪れるんですが、さっきね、B 君が取ってたよって言ったんです取ってたよって言ったんです多分面白く言うためです悪意は何もない で、もうみんながテンション高いので、えー、じゃあ B 取ったのみたいな。で、B 君はバスでリーダーと待ってました。そこに宿から降りてきたみんながどうやってきた B はドバーって言いながら来たんです。B ドロボ泥棒だよねああみたいな。全然悪意は感じないんですけど、まあ、楽しいからやってる。もうじゃれ合いの一種なんですけど、もうその瞬間 B 君が顔を伏せたんです。多分学校でも同じようなことが起きてた。っていうことは後で分かったんです。で、私は止めました。いやー、待て待て待て。と 違うよねって B 君は A 君が体が小さいから届かないから移動させてくれた逆に優しいことだよねって言いましたでみんなうーんっていう感じで分かってるんですからバスが出発して、えー、まあ3時間新宿までのみバスの中私がやり続けたのは潜っラたたきのあるものです例えば誰かが「あれ俺の鉛筆がない」って言うと「あ B 君じゃない」とか言うんです「いや違うよそれ違うよね」ってちっちゃい声「でっ B 君?」 じゃないよって優しい子だよっていうもう本当に面白いみんなに悪意があるか全然感じないですけど面白いからやってるだけでもう23時間ずっともぐらたたきをして解散場所に行ってで、えー、ありがとうございましたってさよならしたあと、まあ、B くんのお母さん、まあ、私の会員だったので B 君に実はって言おうとしたらまずお母さんが B 君に話しかけたんですね B どうだったって、まあ、いつもの通りです,すと B 君はいつも楽しかったこれとこれとこれねっていうお話するのが 特徴的だったんですけど B 君下向きながら「お母さん僕はもう行きたくありません」って言ったんですよ。B ッんの口から「行きたくない」っていう聞くのが本当驚きでなぜかというと B ッんの家庭は決して裕福ではなかったのでえお年玉と月のお小遣いそしてお手伝いをしてもらえるお金を貯めてサマースクールの1回だけ野外体験に行くのが B 君とお母さんの楽しみだった。だからカレンダーにバッをして出発日には花丸をして。 えー、もう本当に誰かからもらったリュックとか、えー、そこまで工夫をしてなんとか参加した子でそれぐらい参加したらの子が行きたくないって言ったっていうのは私も衝撃でで、えー、その時お母さんに「言おうと思ったら実はこういうことがあって」ってお話しようとしたらお母さんが「いや先生いいです」とあの「私 B から聞くんで」っていうことで帰られました1週間もんもんしてで私電話したんですよ。 いいいや、なんか時々思い出したように泣いてます。でも何があったか言ってくれませんって言うから「いやお母さん実はですね」っていうことであったことをお話ししたそしたらお母さんが私の気持ちっていうところに私は行けてなかったなっていうのをお母さんから教えてもらってで1週間経ちましたまあ教室が始まるのでまた電話をして「B 君どうですか?」って言ったら「あバイヤー先生大丈夫ですよ」って「B また行く」って言ってるから安心してくださいって言っていただいて「でそれなんでですか?」って言ったら「あのまあ 林先生からお話あった後、B 君に私一言だけ言ったんですよ。嫌なことあったんだねって言ったら B 君は自分の部屋に行って、わーって泣きながら、サマースクールのチラシ見ながら、わーって泣きながら1時間ぐらい泣いて、1時間経って泣き晴らした目でお母さんの前に立って、お母さん、僕次行きますって言ったんです。で、お母さんが、じゃあ何かあったか教えてくれるって言ったら B 君は教えてくれたそうです。まず A 君っていう子がいてね、こんなおっきいおにぎり3つなんだよ。 お,おにぎりの中に唐揚げとか卵焼き入ってるんだけど B 君はね先っぽを、ね、リーダーに食べさせて中のおかずだけ食べるんだよとかこういう歌作ったんだよ6年生の子がこういうの教えてくれたんだよとか川にはこんなことがあっていっぱい楽しいことをお母さんにお話しした後実はねお母さん A 君の靴を移動させたらみんなに泥棒って言われて帰ってロバスの中も「お前泥棒だろ」って言われたのが嫌だったんだって話してくれたんですよ。 でお母さんはそれを聞いて、まず B は泥棒じゃないよって、優しい、えー、靴を移動させてエクのことを思ったのは優しさだから、あの悪いことじゃないよ。だからこれから、これだけ気をつけようって、確認すればよかったねって言ったんですよ。B 君はまた泣いて、ああ、そうだったっていう気持ちで泣いたと思うんですよ。で、翌日から B 君がやったことは、 学校行く時にお母さん、僕ね、学校に行ってきます。この服とこのズボンで行ってきます。と言って、行ってそうですちょっとおかしくなったなと。帰ってきたお母さん、僕、帰りました。今日は国語と算数と理科社会給食はなんとかとなんとかとなんとかだったんです。でお風呂に入ります。とか、僕、今から寝ますと。とかね、確認を始めて、それを見たお父さんが、お前なんか言ったのかみたいな。だから、ああ、なんか確認すればよかったねって言った,みたいな。びっくり素直だから 全部確認し始めたんですよね。で、お母さん日記つけられる方でずっと日記をつけて、これ3ヶ月続いたそうなんですよ。3ヶ月経ったあたりでちょっと疲れてきたのか、あの、もう言いませんみたいな。でもこの卒業イベントみたいなで会った時に私の前に来て、B 君来てくれて、あの、花丸学習会でお世話になっていた B ですみたいな。いやいや、知ってるよみたいな思ったんですけど、あもう確認するのはもうここまで身についたんだなっていう、そういう武器を身につけたんだなっていうことがあって、 あの、これも、いい経験だなって、私、お母さんからたくさん学びました。外に出る、野外だけじゃなくて、学校に行ったり、幼稚園、保育園行ったり、親元離れて嫌なこといっぱいあるんですよ。でも、必ずですよ。必ず子供は家に帰ってくるんですよ。そこで、あなたは正しいとか、あなたは優しいとか、ギて,てされながら、充電する家であれば、どんどん外に出していその繰り返しで子供は強くなる。自己肯定感を鍛えていきます。 成功失敗繰り返して、でも親じゃない。周りの大人から、いや、頑張ればできるお前はもっとできるとか、いや、失敗じゃないそんなの一緒に頑張ろうよって、そういう経験を積むことが大事なんですけど、囲ってしまうご家庭も多いんですよ。バカって言われた。子供が帰ってきて、お母さんバカって言われました。ってそいつドイツだ。先生知ってんのかって学校に行く。で、問題にする。すると子供はこの力しか身につかないんですよ。嫌なこと、うまくいかないことがあったら、親に言えばいいということしか身につかないんです。 自分でという主語ではなくなる。そういう子がどんどん大きくなっていくとどうなるか。これ全部お母さんに。で、結局誰も聞いてくれない。自分はうまくいかない。社会を切り捨てる。みたいな流れにはまってしまうんです。んかバカって言われたらあんたバカじゃないよって、バカって言われたらバカじゃないよって言い返しなさいって言ってください。ら蹴られた、ボーンって蹴られた。痛いよ、やめろよっていう。社会に出たらありますよ。嫌なことをしてくる先輩、上司。まあいい,いいこともたくさんあると思います。 一部ね、嫌がらせとかそういうことがあったときに、会社の誰かに言うんじゃなくて、やめてくださいよ、それ僕嫌ですからやめてくださいっていう力が必要なんです、社会に出た。そういうのも野外で経験することができるので、私はスタッフにも言っています、喧嘩はいいことです、大事なのは仲直りをすることです。なんかお母さん、お父さんにお願いです、喧嘩をしない、喧嘩をやめなさいじゃなくて、言葉を変えてください、仲直りをしなさいって言ってください。 現場で子供が喧嘩します。私は連れ出します。みんなの邪魔だからもう向こう行ってくれと。で、仲直りしたら戻ってこいっていうだけですそう。子供は自分なりに考えて、いや、俺叩かれて痛かったから叩き返したんだけど、なんで叩いたのみたいな。いや、君が最初こうやって押したから僕は叩いたんだよ。みたいじゃあお互い悪いねごめんなさい。みたいな。だからもう肩組んで帰ってきます。大人が入らなくて、近くで我々はいますけれども、そういうふうに自分の意見をぶつけ合ってやることが 褒め事になる、それが肥やしになるということなので、えー、その点ですね、ご理解いただければと思います。残り20分ですね、25分、親が気をつけるポイントを超ダッシュでいきたいと思いますので、皆さん、超ダッシュでついてきていただければというふうに思います。まず、家庭で大切にしてほしいこと、子供が大人に求めているもの、これはたった一つ一つしかないんですね、基準です。あれやっていい、これやっていい、あっち行っていい、こっち行っていいっていう基準です。これ、聞く子はいい,いいことですよ。 あの、基準がはっきりしてる家庭の子、これ必ず聞きますよね。お母さん今日8時に帰ってきてもいいですかこれ食べてもいいとか。あの、基準が大事と思ってるから、これは成功してる例だと思いますので、ただ、えー、基準がブレてる家庭の子供たちが言うテリフはいつも一緒です。ね、なんで今日ダメなのこの前いいって言ったじゃん。この言葉が増えてきたら、ああ、ちょっと基準が乱れてるなと思っていただける。 そしてまあね、いろんな基準をつけてしまうと子供が狭くなる、自由感がなくなると一気につまらなくなるので、二つだけ私がお願いしてる、一つ目は起きる時間、寝る時間。これはもう絶対です。夏休みの、うん、学校の先生が早寝早起きラジオ体操をやるみたいな、すごく意味があることだなと思っているので、これはね、本当に勉強のリズムもそうです。そういう寝る時間、起きる時間がしっかり決まっている子っていうのは、勉強のリズムを作りやすい。 現場を見てても、これははっきりと分かることなので、えー、そういうこともね、踏まえて、寝る時間、起きる時間、しっかりしてもらあのお正月とか、なんか元,元日とか、もうそこもはっきり、うちはこうって決めて、やるので、子供は、なんか基準で大事だなって、守ろうって思うということがあると思います。えー、もう一個は、物を買う基準ですね。物を買うときの基準ということ。これはもう、誕生日とクリスマスとか、決めてください。 でなぜかというと、子供はなんか欲しいと思ったらやっぱ欲しいって言うし、欲し,欲しがるけど、やっぱ我慢も必要なんですよね。その中で、私がお母さんお父さんによく言ってるのが、携帯とかゲームで買ったけどなかなか約束を守れないみたいな、あこの質問もたくさんいただくんですが、大体がですよ、買う前の約束が緩いんですよ。なんとなくですあこの子ずっとやっちゃうな。じゃあ、1日1時間を30分にしよう。 これ、守れないんですよ。子供は後出しじゃんけんを嫌うんです。じゃんけんやってください。最初はグじゃんけん、ポンってやって、相手がグー出した、パー出した、めちゃくちゃ怒りますよ、ね。大人より怒るのは子供なんです。あれは特性なんです。後出しが大嫌いです。だから、その基準もルールも後出しされることがすごく嫌なんです。だからここで、まあ、この2つのルールで守りましょうって子供たち遊ばせます。ああ、やっぱ危ないから、3番と4番のルールを追加します。これは守れないです。 安全管理上、大事なルールは最初に絶対伝える、ルールの追加をしないということが、安全管理の部分でも大事になってくるんですけど、生活においても一緒だと思うんですだから、携帯を買う前に、あなたに携帯を買いますっていう、まあ、オフィシャルな感じ。で、我が家は、ご飯のときには絶対出さない、そして、えー、寝,寝るときにベッドとかでも触らないみたいなルールを決めてやったときに、まあ、娘が中学校後半になったときに買ったんですけど、 えー、まあルールは今までね、ちゃんと守ってきた子なんですが、いただけますってご飯食べようとしたときに、ピロリーンって LINE が鳴ったんです。ピロリンってならないです。LINE ってなりますよね。だ <laughs> い守ったときに褒めてください。最初にルールを決めました。で、えー、1時間って決めました。1時間でやってお母さん1時間経ったからゲームやめるよー。バいじゃなくて、あんたちゃんと落足守られたね。偉いね。で、携帯もそうです。 娘がね、携帯、ブローンって鳴ってるけど、あのご飯食べて、食べ終わったあとにこうやって見てるのを見て、ちゃんと約束守ってくれて、捨てられ、ありがとうって言ってあげると、うん、ルールだからね、みたいな、こういう、この感じなんですよね。なので、ルールを決める、そして、守れてる時に褒めてください、生活リズムもそうです。 初めてできた時は喜びます。その後も継続的にできてるよ。すごいよ。いいんだよって言ってあげることが子供を成長させるかなと思います。お父さんお母さんに一個だけ、一個ずつお願いがあります。まずお母さんにお願いしたいことは叱り方ですね。花丸では厳しく短く後を引かずと言いますが、まあ、難しいこともあると思うので、私はこれだけ言っています。好意を叱って人格否定しないでください。具体をやらなかったあなたはダメ。 やりなさい。次から。これはいいんです。だからあなたはダメだよね。だからこれもできないよね。みたいな。後付けで出てくるこれが人格否定につながるんですよね。社会を切り捨ててる人の心に刺さっているのは、幼児期の親からの人格否定。信頼してる大人からの人格否定なんです。もうこれ取っても取っても抜けないんです。もう刺さってるから。からこれは痛感します。なので、人格否定をしない。あなたはいつもそうだよね。とかもそうです。 でこの前小学校5年生ぐらいの女の子が笑いながら教室に入ってきて「あはは,は」って笑ってるんですよ「もうどうしたらいいことあったの?」って言ったら「逆逆」って言ってお母さんに叱られたっていうから「何,何で叱られたの?」って言ったら「宿題」ってなくてお母さんに叱られたんだっていうから「もう叱られたのに笑ってるんだね」って言ったら「違う先生聞いて1時間怒られたんだよ」って「それ長いな」って言って最後何で怒ってたと思うって分かんない「年中のプールやめたこと叱ってんだよウケるよね」って言ってたんですよまあね女の子にしてみれば5年生はもう女性ですよ 年中のプール、はい、来たこれで終わりみたいな感じですよ。毎回一緒、一生みたいな、笑っちゃってるんですよ。でも、長くても、しょうがないんですけども、人格否定をしない。ここだけね、気をつけていただければと思います。あと、あれ、お父さんに言うよとか、先生に言うよもダメなんです。目の前の大人が基準だから、お母さんがダメって言ったらダメです。お父さんに言うよ、みたいな。じゃあ、お母さんどうなのみたいな。お母さんの言うことを聞かなくなる。基準がブレてくるんですよね。ここ、落とし穴なので気づいていただければ。鬼が来るよは最、最悪ですよ。 あの鬼絶大な効果を発揮するんですよね、子供によっては。鬼アプリみたいなので。でも、幼児期はそれでやっても、高学年になったり、青年期になったら、鬼いねえじゃんってなったら、今までのルール,ル全部崩れるので、ほんと大変なことになるので、えー、そこはね、落とし穴に入らないように気をつけていただければと思います。お父さんにできることは、遊ぶことです。幼児期に年に1回遊んでください。それも、あのよく勘違いされてる方がいて、遊ぶイコール、どこかに連れていく。 ま連れて行くのはいいと思うんです。いろんなところを見せてあげるとかね、家族で楽しい時間を作るのはすごくいいことなんですが、年に一回遊んでください。公園に連れてって、じゃあ一時間、お父さんここで携帯見てるから遊んでこい、じゃないんですよ。公園に行って、鬼ごっこする、ジャングルジムする。で、子供はもうなんかね、ハイタッチーってったらもう鬼ごっこ始まりますから、それでやる。で、もっと言うと、ドロドロとかビショビショとかの遊びをやってほしいなとか。 こうなんかちょっとマイナス要素が入ると子供の記憶に残るんですよね。皆さんどうですかね大人になって幼児期の家族との思い出みたいになってくると、あの時お,かおみんなで海行った時お父さんクラゲに刺されてみんなで病院行ったよねとか、ちょっとマイナス要素のことを思い出せるんですよね。それも笑い話で。なんかびしょびしょになって、も私も娘と一回やりましたけれども、公園で遊んでたらス,スコールが降ってきた。 で、まあ、お母さんに怒られるよ、びしょびしょになって、買ったばっかの服だよとか言ったんですけど、もう濡れちゃおうよって言って、どっちがこう滴るかぐらいやろうよって言って、えー、3人でびしょびしょになって帰ったら、まあ、妻に、オラッって言われましたけれどもあ、ちっちゃい子で楽しかったねって言いながら。こういう感じですよね。で、これがじゃあなぜいいか。大人になって、まあもう本当に高校生ぐらいになって、振り返ることができるんですよ。その時に、 ああお,お父さん忙しかったのにちっちゃい頃あんなに一生懸命私と遊んでくれたなっていう記憶が残ってるから尊敬感謝が生まれるんですよだからお父さんのことをあっち行けとかお父さんいなくなってとか息しないでとかいないでとか帰ってこないでとかそういうこと言わないと思すだから尊敬感謝が生まれるっていうことはすごくコミュニケーションとってはいいことなので。 えー、幼児期はお父さん年に1回びしょびしょドロドロの遊びをしてほしい高学年成年期になったらもうお父さんがやることは一つですお母さんを支える具体的にはお母さんのお話を聞いてくださいいろんな子供からの相談先生から言われることいっぱいある中お母さんは自分で考えてこの子にとってあるんですけど答えを言ってほしいわけじゃなくて話を聞いてほしい話を人は話を聞いてもらえるだけですごくスッキリすっきりして安心したりするんですよ。 それも我が子のことを分かっている一番世界で一人だけなんですよ。お母さんの話を本当の意味で聞けるの。そのお父さんがうんうんってちゃんと聞いてあげることによって子供に対してのお母さんのアプローチも柔らかくなるから私は高学年になった時は本当に言われるんじゃない、て言われて聞くんじゃなくて最近なんか困ってるとか。 こっそりとか受験とかはどうみたいなお父さんから言ってくれるとやっぱお母さん嬉しいと思うんですよね。その点をアプローチとしてやっていただければなと思います。では残り15分ですね。ちょっと映像が OK です OK。ありがとうございます。失礼します。では一人っ子ですね。愛情100%ということでまあ大丈夫っていう話をするんですが、まあ欠けることがないんですよ。で、一人っ子の特徴マイペースで平和を好む頑固集中力があるこれ兄弟がいないから邪魔されないんですよね。 占領してもうやりたいだけとことんやりつめる。空想が好き。時間があるから邪魔されないから。少人数を好む。自己肯定感が高い。冒頭に見せたグラフですね。一人っ子で撮ったら多分かける3で出てくるはずなんです。もうほぼ自分のこと好きから絶対好きと言います。好き以上に俺天才って言います。もうそれが一人っ子の名言で、もうかけることがないということは強みです。デメリットとしては空気が読めない。 みんな、シーンとしなきゃいけないときに、ね、先生、トイレ行っていいですかとか言ってしまうようなこととか、笑いに甘い、もうこの前もあの雪国スクールで、でもそんなの関係ねえとかやってる子いたんですよ、もう周りの5年生、6年生が痛い痛いとか言われながら、もうお前、それやるなよみたいな、もうそれ、多分んお家でやると笑ってもらう人がいるからかもしれないですまあ、そういう笑いにね、えー、甘い部分とか、声が大きいとか。 いろいろ爪を立ててしまうとか、揉め事に対して急所を狙うとか、いろいろあるんですが、そこも揉め事不足というか経験不足なので、もうどんどん外に出しましょう。可愛い子には旅をさせろは、私は一人っ子の名言だと思ってます。一人っ子の特徴は、お母さんにいろいろ言ってきますよ、帰ってきたら。バカって言われた、あっち行けって言われた。その時、さっき言った、あの、事件化するんじゃなくて、ぎゅってして、あんたバカじゃないよって。絶対バカじゃない。次、バカって言われたら、バカ、バカじゃないもんって言い返してきな。ほら行ってこい。 でお母さんバカじゃないって言い返したってよくできたねっていう。この流れをしっかり大事にしてほしいなって。まず共感するということ。そしてで、困ったことは一緒に考える。なんか事件化したり悪を作ってしまうと、子供はそっちに逃げる方が楽なんですよね。なんか、そのサイクルじゃない方に私は行ってほしいので、可、え、愛、ー、い子には旅をさせてください。で、えー、次ですね。 長男長女に行きましょう。長男長女、多くの引きこもりは長男長女、特に男性の率は高いというふうに言われてますが、100%が欠けていくんですよね。下が生まれると欠けて欠けて、もうね、本当になくなるぐらいに子供は最後の力を振り絞って、長男長女は SOS お母さんたちに出します、お父さんに。こう言います。ねえ、お父さんお母さん、僕いなくても寂しくないでしょ。逆もあります。僕がいなくなったら寂しいとか、僕のこと好き 誰が一番好きとかって言ってくるのはもうお父さんお母さん僕は愛情の貯金がなくなってきてますよっていう時に言いますじゃあこれなんでこういうふうになってしまうかっていうと、まあ、一つの大きな理由は下の子が生まれたことで、えー、生まれることはいいんですが順番を親が間違えてしまうお兄ちゃんお姉ちゃんだから偉いって言わなきゃいけないのにお兄ちゃんお姉ちゃんだから我慢しなさいって言ってしまう下の子は多彩なことで褒められる上は えー、できても褒められないできない時にだけ叱られるというサイクルがこれを削っていくんですなので、えー、そこをね生まれてきた順番大事にしてくださいファミリーレストランのメニューを決めるこの前も、えー、とこれ私もちょっとな泣いてしまったんですよ小学校5年生の男の子で。 イケメンなんですよもうジャニーズ入った方がいいんじゃない君はっていうような子がいて成績もよくできる女の頃も人気があるだけじゃなくてスポーツもできて同性からもおい行こうぜ遊びに行こうぜって言われるような子なんです。で、ね、授業をやってても盛り上げてくれるし私のねなんかここがボタンが開いてた時にもなんか動作でね教えてくれたりとか。 でワイヤー同時だよねとか言いながらすごくいい関係をためてってる子なんですが教室来る時も「こんにちは」って言うと「おーこんにちは」って言って半袖で「おおまあ冬なのに半袖だね」って言ったら「おファイヤーも半袖じゃん」みたいな「はははイェーイ」みたいなな感じですよそういう子がですねある日「こんにちは」っていつも言ってくる子がうつむいて「こんにちは」って来たんですよでこれはどうしたかもんだと思って授業始まってしばらくして呼んだんですよ「隆くんにしましょう高しへ」って言って「どうした?」って言って 言いたくないいですっていや本当にじゃあちょっとこっち来て誰もいないとこ行って「ファイヤーは高橋のこと大好きだよ」ってでも何かあったんだと思う言いたくなかったら無理に言う必要ないけどでも俺にできることあるかもしんないみたいなことで言ったんですよそしたらあのね先生この前ファミリーレストランに僕行ったんですよ家族でで2歳のちっちゃい女の子いるのは知ってるんですけど向かいの席にお父さん妹お母さんが座りました そしして迎えに僕が座りましたで、お兄ちゃんメニューね、自分で決めといてって言って見てて、パって前見たら、お父さんお母さんがニッコニコしながら、2歳の女の子のメニューを決めてたんですよ。そしたら僕は、本当は僕はあそこに入れたのになって、あそこは僕の場所だったのになって思ったら、泣けてきたって、泣いちゃったらしいんですよ。そしたらお父さんお母さんがどうしたみたいな。いや、何でもない、何でもないって、その正直に言えなかったことと、 その寂しさが一気に襲ってきて、なんか自分でもどうしていいか分からなくなって、今、元気ないんです、みたいな。で、私もなんかその苦しみみたいなのがすごく伝わってきて、お母さんに言ったんですよ。お母さんも流れてて、本当にすいませんって、その通りですと。今日から変えますって言って、お母さんが夜寝る時の部屋を別々だったら一緒にして、お父さん、 その男の子、お母さん、妹っていうふうに寝たそうです。で、翌週授業を来た,たかしくんですよ。ですこんにちはって来て、家族って最高だねーって来ました。ああ、もうこれだなと思って。このお母さん、お父さんのこと切り替えるとか、気づいてあげてやってあげるっていうこと。やっぱ子供は素直だし、やっぱそれに気づけないっていうことがすごく辛いんだろうなと思ったので、私はこの生まれてきた順番を守る。ね。 えー、聞く順番とかも、も私だから娘2人いますけれども、今日夜ご飯何食べに行くって、上がラーメン、下が寿司って言いますよ。したら、じゃあラーメンにしようって言うんです絶対私、上の子の意見を採用するので。そしたらし、下はね、賢いんですよ。上がラーメンって言ったら、私じゃあ、どこどこのラーメンって言うんですよね。こう揃えてくるあたりはさすがだなと思って、それでいいと思うので、あのお兄ちゃんだから偉いっていうふうな、えー、接し方をしてほしいなと思います。 残り5分ですかね。5分ですね。じゃあ、下の子、もう10秒で終わりましょう。下の子はですほっといて OK! ということで、もうほっといてください。知りたいですかね。私、末っ子なので、末っ子代表としてほっとかれてもいいと思ってるんですが、あの子供って手を伸ばせば届き,届きそうな環境が一番育つんですよ。こうジャンプして。帰ってきた子にこれ届くって言ったらジャンプしますよ なんか高い棒みたいなの持ってきて、これ届くって言ったら、ああ、もう届かないって言って、もう相手にしないみたいな。これ勉強においてもスポーツにおいても、兄弟がいるって常にその状態なんです。ジャンプしてる状態だから、もう本当にそれで十分。だから上が8、下が2ぐらいですよ。でも譲っても7対3ぐらいで見ていただければなというふうに思います。もう世の中がね、下の子ほっといていいっていうことを証明してるのが、まあ容量がいい人に好かれるとか、誰かが何とかしてくれるとか、メンタル強いですよ。 著名人、大谷翔平とかそうですよね。本田圭介香川、えー、スポーツ界ではそうです。その芸能界でもね、タモリとか、ビートたけし、松本人と,とか、スマップの中井さんとかね、えー、長嶋茂雄さんもそうですかね。歌詞にも多いですけど、アンブルマミエセンとかそうだったと思いますが、もう本当に下の子はほっといていいということで、えー、お願いしていただければと思います。真ん中、生まれてきた時から半分なんですよね。で、下が生まれると中間管理職になって、こう上と下を見始めるんです。 もうこの環境はすごく育てます。だ常に愛情が半分だから、その残りの半分をどこかに求めるんですよ。知らないおじさんとか。か突然留学に行くとかね。この学校に行くと思ってたのに、全然違うところに行くとか、えー。奇想天外な行動をするっていうのは真ん中です。でもそれはちゃんと理由があるんです。愛情を取りに行ってるんです、自分。下にはできないと思うんですが。あまあ、負けず気が強い、精神力が強いとか、自立心が強いので、早くなんかこう独立しようとしたりとか。まあ、ここら辺ですね。 えーまあ、育てるのは幼児期は大変です。この子のことよくわからないんですって言われる子は大体真ん中の子で言うことを本当に頑固で聞かないんです。大体真ん中だったりするんです。上と下は大体わかるけど。でも大きくなって頼りになるのは圧倒的に真ん中だと思ってください。でこれはもう下が生まれた時から中間管理職上と下見ながらバランス取って今自分がいなきゃいけないポジションはみたいな。常に取ってるから周りをよく見てるんです真ん中の。 だから大人になって心が落ち着いて成長していっていくと周りのことを考えられてすごくいいサポートができると。プロの選手ですね、スポーツ界のプロのチームのキャプテンを調べてください。真ん中の方多いですよ。本当に。だからまあそれを言うと、リーチマイケルとかもそうでしたね。日本代表サッカーの前のキャプテン、長谷部さんもそうですね。私大好きです。まあやっぱりあの、出された本を読みましたけど、 やっぱ真ん中だったからみたいなことも感じられるので、えー、今育てるのは真ん中大変ですけれども生まれあの大きくなったら頼りになるというふうに思って接していただければなと思います。えー、真ん中の子からのお願いを私いつも受けてお願いしてるのがあって真ん中の子だけ集めてお話を聞いた時に、えー、お父さんお母さんに一つだけ先生全国のお母さんお父さんにお願いしてくださいって言われたのが一人で写ってる写真がないそうなんですよ。 アルバムが合同だったりするらしいです。上としてはあるけどみたいな。なんか、ちゃんとしてないみたいな。だから、それを絶対言ってくれって。一人で写った写真撮ってあげてください。アルバムは絶対作るんだったら兄弟分作っていただければな、というふうに思います。あとですね、思春期の接し方ということで、これも私の実体験なんですけど、娘が高校生ぐらいになった時に、まあ、思春期入るだろうなと思って、私いつもにきつけてるんですけど、ある日ですね、行ってきます。 いってらっしゃい行ってきます帰ってきた。ただいま、お帰り今日何々っていういつも会話するんですが、あ,のある日ですね、行ってきますがなく、スッって行ったんですけど、行ってらっしゃいって言ったら何もすーって行ったんですよ。私日記に始まりましたって書いてます。おお、来た !1 日目っで帰ってきました。お帰り何も言わない。次の日も行ってらっしゃい何も言わない。扉をバーンって閉めるみたいな。これ面白いですね。バーンって閉めるのがみんな一緒だそうですね。なんか階段をこう、 自己主張するようにド、ドン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 ドって上がるはっていうとか。なんかそういうのが多くなって、まあ、全部メモしてて。何ヶ月か経った時に、娘が帰ってきた時に、お帰りって言ったんです。それゃただいまって言って、今日学校でねっていう話が弾んできて、で私日記に書きました。終わりましたって言って。私たちが変えない方がいいんだなと思いました。 彼ら彼女らに合わせるんじゃなくて、いつも通り接していくと彼ら彼女は戻ってくるんです。必ず。これは成長過程に絶対あるものなので、我々が態度を変えないということと、あとはこれ私の家で起きたことなんですが、娘が妻に、うるせえ、死ねえって言ったんです。私はもう言葉を大事にしろってすごい言ってるので、ダメだと思って、娘に詰め寄って、もう一回やってみろって言ったんです。そしたら娘が言えないって言ったから、いいか、もう一回言えないことを二度と口にするなって言ったんですだか。だしたらごめんって言ってくれました。こういうアプローチの仕方、 試していただければと思います。全部にこういうんじゃなくて、本当にダメなことを基準のお父さんお母さんにあると思うので、これはダメだって言った時にもう一回言ってみるとかね、言葉に関して試していただければと思います。えー、では、ちょっと早になる、掛け足になりましたが、えー、これで終わりになるんですが、あの、正しいことだとはとういうふうに書きました。あの、いろんな選択肢がある中で、24時間365日お母さんの直感でいろいろ選んでください。世の中に SNS とかインスタグラムとか、 えー、いろいろあります。その情報は情報として持っておいて、えー、子育て法も,もいっぱい出てます。結論が真逆なこともあるので、本当に困った時はお母さんの直感で進むということをお願いできれば。これ世界で一つしかないんです。お母さんの直感で進む子育てを私はずっと応援したいなというふうに思いますので、えー、一緒に頑張っていただければと思います。 子育て本を少し避難しましたけども、私も子育て本を出しておりますということで、順番絶対逆でしたよね、えー。アジア、カンボジアでも販売されてますので、Amazon でね、買っていただけると嬉しい。これお父さんの関わり、遊びに関してとかもね、いろいろ雨の日どうやって遊ぶといいみたいなのも書いてますので、見ていただければと思います。えー、では、この後ですね、サマースクール大解説会ということで、 野外体験部の,でいくのがですね皆さんに分かりやすくお話をさせていただきますけれどもあのサマースクール実は申し込み3日目が経ちました去年は申し込み1時間で3件しかなかった申し込みが1時間で114件来ましたそして今700件を超えているということでかなり多くの方に申し込みいただいているなとここ今見ている方だけに今リアルな情報だけを私からお伝えすると今一番人気は1泊2日のコースです そしてサイエンスも人気が出ているということで、一度申し込んだら終わりじゃなくて、ホームページで実はこの枠増やしましたとかね、皆さんが落選しないように枠をいろいろ変えたりします。このコース少ないからこっちの枠に増やそうみたいなね、ことをするので、ホームページとか見ていただけると落選せずにサマースクリールに行けると。どのコースでも子供の成長一人一人に面白かったよ、楽しかった、何が普通とか、 え忘れたっていう子がたくさん経験してるということも踏まえて申し込みいただければと思います。では、この後、コメディ君に代わります。私の講演終わりになります。本当にありがとうございました。では、コメディ君お願いします。はい、皆様よろしくお願いいたします。私、花丸学習会野外体験部の川良太と申します。子供たちからはコメディと呼ばれております。どうぞよろしくお願いいたします。 ということで,ですね、私からお得な情報を届けようと思ったらですね、美浦にはまあ半分近く言われて、ですね、さあ、何を話そうとか思ってるんですけども、私からはですね、コースの紹介、メインにして、あとは昨年度のですね、傾向とかもお話ししながら、皆様にですね、こう申し込みをしていくにあたって、なるべくこう、えーとま、申し込みされるにあたっては、やはり落選したくないというお気持ちもあるかと思いますので、そういった部分もお話しできればと思います。 今週、先週のですね、金曜日頃からですね、花丸学習会等の教室をお通いの方々は、教室でパンフレットをお渡しされているかと思います。パンフレットある方は、お手元のパンフレット見ながらでも大丈夫です。ない方に関しては、画面にですね、スライドで出しますので、それ見ながらでも構いませんので、ご覧いただければと思います。今日で皆様早速ですね、パンフレットですね、3ページ見ていただければと思います。スライドちょっといくつか進めていただけますかね。ありがとうございます。 はい。ということでですね、早速説明していきたいと思います。今年ですね、ニューコースが誕生しました。今回ですね、誕生したのが、1泊の小学生から行けるサマースクールでございます。例年ですね、保護者の方から言われていたのが、1、えー、泊の小学生のコースないですかって言われてたんですで。これ何もですね、こう。 お泊まりが初めてだからっていう,という理由だけではなくてですね、例えば受験をするっていうところでスクール FC 等に通っていると、えその中でですね、なかなか今夜3日3泊4日スケジュール取るのが難しい。ただ1泊だったらっていうので、えー、という声をいただきました。ですので、今回ですね、この1泊のコース誕生しました。 ですので、まあ、中学生も行くことができますので、中学生、部活等もあると思います。そういった合間を縫ってですね、できるんではないかなという,ふうにも思います。あとは、先ほど保護者の方から言われた意見でもそうですけれども、ちょっとお泊まりまだ不安なんだよな、今まで、その例えばおじいちゃん、おばあちゃんの家とか、そういうお泊まり、親戚の家とかも行ったことがないという子たちのデビューにもうってつけかなという,ふうにも思います。内容としては、ですね、花丸のサマースクールでの大人気コンテンツをぎゅうぎゅうと1泊2日に詰め込みました。川遊びあります。魚つかみあります。そして、極めつけはなんとです、ね、侍合戦ができちゃうんです。 今回ですね、こう、春と秋にですね、こうさえ、親子侍合戦にやりますよということで、えー、今年の春、今週の金、えー、土曜日からですね、えー、関西を切りにスタートするんですけれども、昨年の秋も約600件近くですね。で、今年の春のお申し込みもですね、関西、関東含めてですね、600件近くお申し込みいただいている大人気の侍合戦が、えー、この1泊2日でもできちゃうということで、えー、正直言えばかなりこれお得なんじゃないかなと、個人的には思ってます。ですので、このコース、えー、お忙しい方はおすすめですし、お泊まり不安だなっていう子もおすすめのコースです。 さあ、その次ですね、ページ右側、パンフレットある方見ていただいて、4ページです。ここからは年中と、えー、年長の子供たち向けのコースです。まず、年中の子供たち向けですね。年中の子供たちは花丸のサマースクールへデビューようこそということで、親子で楽しんじゃいましょう。親子サマースクールというふうになっております。こちら、1泊2日で、行き先群馬県倉淵という場所でございます。で、現地集合、現地解散ですので、えー、交通手段に関してはマイカー、または、えー、と新幹線で来ていただいて、最寄りの駅からタクシー等とかでも大丈夫です。 現地に到着できればマイカー等でなくても問題ございません。内容に関してはですね、親子でこう遊び尽くすというところをテーマにですね、行っていきます。で例えばですけれども、えーじ 川遊びをするもそうですし、あと魚さばきなんかも通じていってですね、親子でこうとことん遊び尽くす時間を取るというところに関してすごくおすすめのコースです。なかなかこうですね、親子で時間を取るのが難しいとかですね、私もこう日々子育てしていて、こうやっぱ家帰ってきたら息子のもう寝ている顔を見ることが多かったりすることもあるんですけれども、そんな中でもですね、こう一泊二日という時間でもぎゅっと親子の時間でですね、取ることができるので、親子の絆が深まること間違いなしなのがこのコースの特徴です。 あとは他の家族の皆様との交流もあったりするのでそこで広がる子育ての輪みたいなのもありますのでそこも楽しみポイントの一つですさあ続いて下のですね C の年長さんのコースですね行きたいと思いますドキドキ年長お泊まり王国ということでですね花丸の年長のコースですねこのコースがございます1泊2日で行くコースでして おそらくは、えっ、ー、と、例えば、園とかの、えー、お泊まり保育とかでもう泊まっている、お泊まり経験あるよって方とかもね、いらっしゃるかと思います。園とかだと、こう、2泊3日とか3泊4日で行ってるんですよ、なんてお声いただくんですけれども、えー、花丸のですね、まあ、年長コース、1泊2日っていうふうに、拍数だけ見たら、その園とかと比べたら短いなと思われるかもしれないんですけれども、まあ、先ほどミノーラの講演会でもありましたね、年長の子供たちからミニ社会を経験するってことができるのが、このコースの特徴です。 知らない子たち同士の中でこう関係性を築いていく居場所を作っていく経験を積めるのがこの年長のコースの特徴そして何より1泊2日間遊び尽くしますで川遊びもありあとはです、ね、草原遊びがあるんですけれども草原がです、ね、冬場はスキー場になっているところなんです つまりは広大な草原で、えー、鬼ごっこするもよし、虫を捕まえるもよし、女の子とかだったら花冠作ってることかもいます。そういったですね、自分の中でこう草原の中でやってみたいなって遊びとか、自然の中でこんなことしてみたいっていうふうに、自由に遊びの幅を広げて、そしてそれを実現できる場が、この年長のドキドキお泊まり王国でございます。ですので、ぜひですね、年長の子供たも楽しめること間違いなしですので、えー、ご検討いただければと思います。 さあ次ですね。ここから小学生のコース行きます。えー、パンフレット見ている方5ページ見てください。水をテーマにしたコースをご紹介していきます。えー、まずは川遊びの国です。サマースクールですね。皆様こう、例えば写真とか見たことある方いらっしゃるかと思うんですけれども、まあもう昔からあるコースですね。もう花丸といえばこの川遊びって思っている方もいらっしゃるぐらいではあるんですけれども、今年3エリアで開催していきます。まず1つ目が、越後湯沢エリアです。 でこれエリアは分かれるんですけれども、どのコースに関してもやる内容としてはですね、えー、一つと大きな特徴があって何かというと川で遊べる時間がたっぷりあります。で、一合伊豆エリアの川でお伝えすると、去年はですね、どういう川かというと、まあ、去年はえっ、ー、とそこでですね、天然の愛を捕まえてですね、有、え、効、ー、も入りました。そのぐらい綺麗な川の中でこう遊べるというところがこの一合伊豆エリアの特徴です。 そしてその次、南アルプスエリアでの川遊び。もう南アルプスと聞いたらですね、あ、自然が綺麗なのかなと思った方いらっしゃると思います。その通りです。もうサマースクール、花丸のサマースクールの中では、えー、星空も一番綺麗ですしで、川もですね、他のエリアもすごく綺麗なんですけれども、どこまでも透明度がですね、川底が見え続けるっていうぐらい透明度が高いのが、この南アルプスの川遊びでもあります。 南アルプスエリアに関しましては、泊まる場所がですね、えーと、バンガロー、キャンプ場のバンガローですね、コテージに寝袋で泊まりますので、これ参加されたお母さんから言われたんですけれども、えー、とプチキャンプ体験みたいで楽しかったですって言ってたんです。もうなるほどと思ったのがあの、キャンプで、例えばテントで寝袋でってなると、ちょっとハードルがなって思う方もいらっしゃると思うんですけれども、わかりやすく言えば家の中でこう寝袋で寝るみたいなイメージかなというふうに思うんですけども、そういったちょっと変わり種な,な体験もできるのが、この南アルプスエリアの特徴ですね。 でこの南アルプスエリアに関しては、えー、キャンプ場での開催なので食事はスタッフ花丸スタッフが調理します。 ですので、食物アレルギーある方、事前にこうご相談いただければと思いますので、お願いいたします。あと、もう一点ですね、これパンフレットをお持ちの方、今ちょっと直接書き込んでいただきたいんですけれども、えっ、ー、と、E の5番ですね、これ後ほどちょっと詳しく説明しますが、これですね、第2希望選択可能コースとなりますので、えっ、ー、と、他のコースで例えば、花丸マークがついているところあるかと思います。ですので、今ですね、ちょっとパンフレットをお持ちの方、この E の5番のところに、花丸マークくクリクリクリっと書いておいていただければと思いますので、お願いいたします。 さあその次です F のですね紀北町エリアについてご説明していきますこれ関西のですねえと中京のですね花丸会員の方々ご参加しやすいかというふうに思います場所はですねえと奇跡のですね西流ともいわれる長子川ですねあの本当に綺麗な川でこれ検索とかしていただくとわかるんですけれども驚くほど綺麗です毎年参加しているですねこの関西中京のですねこう社員にですね実際どんな川なのってふうにどんな川ですかってふうに聞いたらですねありがたみがないぐらい魚が泳いでるって言ってました それぐらい綺麗な川の中で遊ぶことができるのがこのコースの特徴でもあります。ですので、ぜひですね、こう、自然のです、ね、中で川でしか見られない生き物っていうところに出会えるっていうところも大興奮ポイントかなというふうに思います。で、お伝えした D、E、F、この3エリアに関してはエリアは違いますが、えっ、ー、と、川で遊べる時間をたっぷり取れるのがこのコースの特徴です。さあ、その次、G ですね、リバー探検隊ということで、このコースに関しては3年生以上からお申し込みいただけます。 でこれはですね、もう探検隊というのにふさわしい、まずライフジャケットを着用して、沢登りをしていくコースです。で沢登りするんですけれども、もちろんこう私たちが事前にえ安全等を確認していってえ、このコースであれば安全に、えー、沢登りができるというところは,は確認していますし、確保しているんですけれども、子どもたちからしたら、例えば岩に掴んでですね、こう沢登りしていきますで。この手を離したら、もしかしたら流されてしまうかもしれないというぐらいに思えるような環境の中でやっていきます。 そしてその手をですね離してしまうとともなったら、目の前から仲間がこう手を差し伸べてくれて、手を握って、そして引き上げてもらうとか。あとは仲間に押し上げてもらって、ちょっと高い岩の上に登っていったりするみたいなところですね。これ仲間と協力して、ですねその沢登りをクリアしていくという。そしてゴールした先には雄大な滝があって、そこから飛び込みを体験することもできるとです、ね。まさに仲間と力を合わせて、一つこの川というところをです、ね、登っていって探検というものをしていくという。それがこのリバー探検隊というコースです。 で6年生のです、ね、子たちに向けては、6年生コースみたいなのもです、ね、現地で設けていたりもしますので、3年生から6年生までですね、えー、3年生から中学3年生までですね楽しめるコースとなっておりますので,で、このコースの特徴ですね、沢登りもそうなんですけれども、あの解散地でですね、えっと、なかなか帰らないっでいうです、ね、のがあります。これ何かというとですね、やはりその一つの,あの困難を乗り越えて、見てますかインスタの皆様。このまま続けてもいいんですけどね。あ、よろしいですかありがとうございます。はい。では再開していきたいと思います。 そうですね。今回、あの、インスタライブもですね、やっているということなので、もしですね、あの、端末たくさんあるよという方ですね、YouTube も見て、インスタを見てですね、いただければ、あの、私を2画面で楽しめますので、多分まだ誰だと思っている方いらっしゃると思うんですけれども、あの、覚えていただければと思います。さあ、ここから再開していきます。H の秘密基地づくりの国ですね、ご説明していきます。これですね、行き先が、えっ、ー、と、群馬県のですね、片品、えー、尾瀬のですね、森の中で秘密基地づくりができるコースの特徴です。で、花丸の秘密基地づくり、ルールがあります。まず一つ目です。使っていいものは、えっ、ー、と、鎌とロープっていうふうに決まっています。 2つ目、えー、生きている木は切ってはいけないよと伝えています。ですので、秘密基地で使う材料は、落ちている木であったりとか、あとは草とか。画面、ねか,ね、からちゃいいいけないですね失礼しましまたはい、ということで、ですねありがとうございます。今、インスタの方に行ってましたので、すみません、失礼いたしました。それでは、えっと、秘密基地作りです、ね、の国、ご説明していきます。 一応先ほどお伝えした通りではありますけれども、えー、基地を、えー、作っていくということでですね、マ、えー、とロープだけ、えー、生きてる木は切っちゃいけない落ちているものとか、えー、落ちている枝とか葉っぱとかですね、えー、木とかで作っていくというところ。あとは、えー、とその場所に関しては使ったら元通りにするというのがあります。つまりは秘密基地を作っておしまいではなくて、えー、その作った秘密基地を元通りなので、元あった場所に木の枝とかも戻していくという。 つまりは準備、遊び、お片付けというものも学ぶことができるのがこのコースの特徴です。あとは秘密基地というところでですね、もう子供たちはそのワードだけでですね、やっぱり惹かれるものがあると思います。ですので、えー、と秘密基地を作るというところもあるんですけれども、もちろんこう例えばブランコを作りたいということかと思います。あとはですね、基地作りやっていくとよく見られる光景としては失敗を失敗と思わないというか。 例えばですけれどもブランコ作りたいなブランコ作ってましたそのブランコが壊れちゃいましたってなったら、まあ、例えば大人の方からするとあブランコ壊れちゃって残念だったねって思う気持ちあると思うんですけれども子供もたちすごく自由なんですブランコ壊れちゃっても例えばロープ残ってるんだったらじゃあターザンにできちゃうよねみたいな風に考えていけるつまりはその与えられた環境の中から子どもたちがもっとこうしたらいいんじゃないこういうふうにもできるんじゃないっていうふうにどん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 遊びの中で思考の幅広がっていくっていうそういったのができるのがこの秘密基地作りの特徴でもあります あと余談ではありますが秘密基地作りと言いながら子供たちがたくさん作ってるものは落とし穴です。花丸のリーダーたちを落としたいのがやはり子供たちの夢なんでしょうね。ということでございます。さあ次ですね、えー、お隣の愛の森遊びの国ご説明していきます。これがですね秘密基地作りの国とはですね、また違って秘密基地作りを絶対作る時間みたいなのはないんですけれども、よりこう自由度が高く遊べるのが森遊びの国の特徴でもあります。 ですので、例えば秘密基地を作りたいと思ったら作ることもできますしそれ以外に子供たちが楽しんでいる様子で言うと例えば森のですね、えー、と植物とか、えー、という生き物とかを、ね、探してそのオリジナルの図鑑を作っている子とかもいますしあと一番の特徴はですね、その森の中でないと出会えない虫とかに出会えたりするというところ。 もしかしたらカブトムシがクワガタとか発見できちゃうかもしれないですし、あとオニヤンマとかですね、あのオニヤンマ私もですね、本当に生で見たときびっくりしました。本当驚くぐらい大きいですね。トンボと言っていいのかっていうぐらい本当に大きかったりするっていう。子供たちからすればそういったものを、まあ、例えば検索とかでですね、あと図鑑とかで見たことはあるよ。でもやっぱり生で見たときの感動っていうのも届けたいという、そういった思いもあって、この森遊びの国っていうのがあります。ですので、森にですね、遊びっていうものをより楽しみたいと。 より秘密基地作りも自由度高く自分でいろんなことをしてみたいなっていう子に関してはこのコースおすすめです。さあ、その次ですね。9ページご覧ください。火起こしの国ですね。ご説明していきます。このコースが、えっ、ー、と、こちら文字通りですね。火起こしとできるコースなんですけれども、行う火起こしに関してはマッチを使った火起こしもありますし、あとはファイヤースターターというものを使った火起こしですね。メタルマッチって皆さんご存知ですかね。わかりやすく言うとこう火打ち石みたいなものにイメージしてください。 でこの火を引きしみたいなもので、そのファイヤースターターでまず火花を起こしますよと。でその起こした火花を100円ショップとか言っていう朝日もありますよね。あの朝日もを綿みたいにするんです。その綿みたいなものに着火させて、で火ができたら、その火をさらに割り箸とかにつけて、洋長機能につけてっていうふうに言って、どんどんどんこう火を起こし、火を大きくしていく。なんていうふうに言っています。でこれ私たちもですね、こう火起こし、火を起こすっていうふうにですけども、まあ、火を育てるなんていうふうにですね、考えたりもできるかなというふうにも思います。 ですので、う普段はですねちょっとやったことがないような火おこし体験もできるというところもありますしあとはその火起こしを通じてこう自分たちの適材適所なんですよね。半で火おこしをするって場面もあります。そしてその火を使ってご飯をえホットドッグ作り等もしていくので例えばその半で火を起こせなかったらホットドッグ食べられないみたいなところになるんですけれどもまあその中でも例えば中には火起こし上手な子もいれば火おこしちょっとうまくできないんだけれどもでも よく燃える薪をも見つけてくるとか枝を見つけてくるのが上手な子とかもいるんですよ。それぞれ自分の中でこう役割を見つけて頑張ることができるっていうところがこの火おこしの国の特徴でもあります。さあ、その次ですね、お隣、K のサイエンス王国、こちらご覧ください。こちらがですね、サイエンスの名の通りですね、理科に特化したコースでございます。毎年テーマを決めておりまして、今年のテーマは火をテーマにして行っていきます。例えば、花火って皆さんご存知ですかね。 バーンと上ががって色がそれ,ぞれ違いますよねでも私たち大体イメージしている花火というのは赤かったりとか、あとは家で見るのはこう青い火だったりするかと思うんですけれども、それ炎色反応というものがありますよね。それをこう通じて、どんなものがあるのかというのを実験で学んでいくとか、あとはですけれどもえ熱気球ですね。私も子どものとき感動しました。火で空を飛べるのかというふうに思ったことがあります。まあ、その熱気球作りを通じて、ですね火の火のメカニズムを学んでいくみたいなところも行っていくという。 でこのコースに関しては理科が好きな子ももちろんおすすめなんですけれどもえ、興味がある子であればですね、理科苦手とかでも全然大丈夫です。あとはですね、1年生から参加することができます。使用するテキストもま丸オリジナルテキストなので、どの学年からでも楽しめるのがこのコースの特徴です。で1点だけですねあの、私教室の子から言われたんですけれども、ねえねえ、これさ、気球に乗れるんでしょってうふうに言われたんですよ。 でこのパンフレット見たら確かに気球の絵がドカーンと書いてあるから確かに乗れちゃうよなと思う方いらっしゃるかと思うんですけれども、こちら気球に乗ることはできないので、もしお子様からですね、このコース気球に乗れるかなって言われたら、気球には乗れないけれども実験はできるよというふうに伝えていただければと思いますので、お願いいたします。さあその次ですね、ページめくっていただいて11ページですね、えー、ここからが極みということですね、先ほどからそうですね、指定しました。 サムライの国とを説明していきます。先ほどもちょっとですね、ちらりとご説明しましたけれども、花丸学習会のオリジナルのスポーツですね、サムライ合戦というものがあります。そちらがですね、とことん楽しめるのがこのコースの特徴です。で、太ももの紙風船つけまして、それでスポンジ製の刀を持ちます。 その紙優先を割られたら負けというルールのもと行っていくんですけれども、えー、それぞれですね、えー、まずルールがあります。何かというと、それぞれチームごとに分かれます。軍というふうに私たち言ってるんですけれども、その軍に一人対象という人がいます。その対象の紙優先を割られたら負けというルールで行っていきます。ですので、例えばその軍に50人子供いましたよ。と。用意スタート始まりました。 50人全員子供がやられちゃいました。でもまだ大将1人残ってますってなったら、大将が残っているので、そのチームはまだ負けじゃないです。その軍は負けじゃない。逆に、よい、スタート始まりました。子供たち50人全員残ってます。でも大将すぐやられちゃいましたっていう風になったら、子供たちたくさん残ってたとしても、その軍は負けになってしまうというルールで行っていくと。つまりはそれをやることによって、自分以外の大切な人を守る経験だったりとか。 あとは適材適所です。これに関しても。もちろん足が速い子とかは、敵の軍のところに行って攻撃を仕掛けていくってこともいますし、足はちょっと遅いんだけどな。でも、例えばだけれども、相手の動きを見極めることができるってこと,とかもいたりもします。なのでそういった子たちは対象を守る役割にもあったりするっていうところで、自分の良さをそれぞれの場面で発揮できるっていうところが、この侍の国の特徴でもあります。ですので、運動が苦手な子とかでも絶対活躍できる場面はあります。 そして全員が本気になって熱い涙に溢れるのがこの侍の国でもあります。そしてそのお隣ですね、伝説の侍、ファイヤーと行く侍合戦、全国大会、イン・ヒゼ名古屋城ということでですね、えー、と皆様からすると,ちょっと混乱が招かれるかもしれない先ほどですね、スーツを着て話していたミノーラですね、伝説の侍でございます。そして何を隠す侍合戦を作ったのはこのミノ浦でございまして、そのファイヤーとで,ですね、ミノーラと行くことができるのがこのコースでございます。 でこのコース、ですね、えー、関東と関西と中京にです、ね、のま3エリアの子どもたちが、えー、一堂に会しまして、侍合戦で対戦していくと、加えて、えー、佐賀県の唐津市のですね、公、え、募、ー、した子どもたちとも戦うことができるということですね。ですので、言いかけてしまえば、ですね、この侍合戦というものを通じて、普段なかなか関わることができない子どもたちとも関わることができるというのがこのコースの特徴でもあります。 ですので、この三エリア合同ですね。あとは、この唐津市のこの町と合同で、侍合戦を通じて熱い戦いが繰り広げられるのが、このコースの特徴でもあります。このコースに関しましては、えー、飛行機で行くコースになりますので、集合地等が他の場所とちょっと記載異なる部分ありますので、お気をつけください。 飛行機で行くのは関東の羽田空港ですねなので主に関東の方対象かと思いますがえっ、ー、とそういった部分がございますので改めて出発地と交通手段のところご確認いただければと思いますお願いいたしますそれでは次ですね13ページ14ページご覧ください、はい、ワクワクアドベンチャーということですねご説明していきますこれがですね3泊4日のコースでして一言でお伝えすれば花丸での野外花丸のサマースクールの、えー、いいとこ取りをしたようなですねもうギュギュッと詰め込んだコースです 行え活動するですね、ものでお伝えすると、例えば川遊びとか、魚つかみとかですねあとさ、あとは100人鬼ごっこですね。これはすごく楽しいものでして、どういうものかというと、えー、尻尾取り鬼ごっこをイメージしていただくと分かりやすいかと思います。助けですね、えっと、スポーツサウルみたいなお尻のところにですね、ピロッとつけまして、それを取られたら、えー、捕まったとマーケットルールで行っていくという。 総勢100人ぐらいで,です、ね、行う、その尻尾取りのです、ね、もうチーム戦の鬼ごっこなので、ただ単にいつもみたいにタッチしてすぐ鬼が変わるとかではなくて、仲間で協力してやるというところも一つポイントかなというふうにも思います。なので、自分たちでこうチームの中で、じゃあ,あ,のあ右から回って左から回ってみたいなふうに、こういうふうに仕掛けていこうみたいなふうに、チーム的な要素が加わっていくところによってです、ね、低学年から高学年です、ね、それを中学生ぐらいまで楽しめちゃうのがこの100人鬼ごっこだったりもします。 子供たちはこれがやっぱり一番楽しいみに見たいでですね。ここを目的に来る子たちも多いです。それ以外には、えーと、関東エリアに関してはですね、秘密基地作りも行ったりもします。で、えーと、中京関西エリアのワクワクアドベンチャーに関しては秘密基地作りはないんですけれども、ホットドッグ作りがあったりとかですね、もうやりたいことをギュギュッと詰め込んだ3泊4日の盛りだくさんコースがこのワクワクアドベンチャーになっています。 一応ですね、3泊と2泊の選び方ですね、こう悩まれている方いらっしゃると思います。えー、お伝えするとですね、公園とかに遊びに行ってうちの子、なかなか帰ってこないんですよってお子様に関しては3泊の方がおすすめです。というのは2泊に行ってしまうとですね、あの遊びの体力がすごくあったりするのであの物足りなかったで帰ってきちゃうことが多いです。ですので例えば学校の遠足から帰ってきました帰ってきたその日そのまますぐ公園に遊びに行っちゃいましたっていうようなお子様とかも3泊の方がいいかなというふうにも思います。 親心としてみればあの初めてのお泊まりだからか初めてのサマースクールだからというところで2泊かなと思われる方いるんですけれどもお子様の普段の体力を見て決めていただくのがよろしいかなというふうふに思いますすさあ次ででね P の夏休み港町大作戦とといいうことで説明していきます。 でこのコースもすいません、最初にですねペンを持っている方、ですねちょっと書き加えていただければと思います。P の6ですね、8月9日水曜日から11日金曜日、え祝日のですね日程。このコースも、えー、花丸マーク書いておいてください。第2希望に選ぶことができるコースとなっております。そしてこのコースですね、特徴としましては、サマースクールの中で唯一フェリーに乗っていけるコースです。 行き先がですね、最初、えー、と集合集合しましたら、神奈川県の栗浜に行きまして、で栗浜の町探検します。で、その町探検の中で,ですね、これ様々なチェックポイントを巡ったりとかしてで、その後フェリーに乗って千葉県の金谷に行きます。で、二日目にですね、その金谷の町探検をするということで,ですねで。町探検の時にはですね、5000円のお小遣いを持つのお買い物もしちゃいながら。 あとはですね、ピクチャーリーディングとかもしながらというところでですね、えー、探検というところでですね、やはり子供たちの楽しさもあるんですけれども、そこに加えてそういったピクチャーリーディングとかっていうですね、ちょっとゲーム的な要素を盛り込んでいるというですね、まさにこの港町、夏休みのですねやりたいことをギュっッと詰め込んだようなですねコースが、このコースの特徴でもあります。あとはこの千葉県の金谷ですね、毎年コーになっているので、この花丸の子供たちが来てくれるのをすごく楽しみにしています。 ですので、こう、花丸のこたちが来るとですね、こう自然とお帰りっていうふうに声をかけてくれるような人たちがたくさんいたりだとかっていうところで、まあ、家族以外で自分たちのことをですね、こんなに温かく迎え入れてくれる人がいるんだっていうところを体験できるのも、このコースの特徴かなというふうに思います。さあ、その次ですね、15ページ、16ページですね、えー、見てください。ここからがちょっとですね、説明の質が変わっていきます。えっ、ー、と、小学6年生から中学3年生がまず対象のコースです。 というところは一つ目。二つ目がですね、こちらから、ここから説明するコース二つとも、今まで、花丸学習会、花丸グループの野外体験のサマースクールだったりとか、あと、雪国スクールという、宿泊の野外体験、2回以上参加している方が申し込み条件となりますので、ご了承ください。ということで、一つ目ですね、高浜先生という修学旅行ということでですね、もうこちらは説明風と言ってもいいぐらいですね、高浜といける唯一のコースです。行き先がですね、高浜の生まれ故郷である熊本県ですね。 そこで高浜の成果をめぐったりだとか、あとは高浜が幼少期に遊んだ熊川というですね、川で遊んだりだとかっていうところでですね、やっていくというのがまず一つ目。そしてもう一つのおすすめポイントとしては、毎日ですね、高浜と語り尽くす時間というのがあります。例えばその語り尽くす時にもですね、本当に自分自身の人生を考えていくというところもあったりとかですね、いうところで、答えのない問いというところに対してこう哲学する時間を必ず高浜と一緒に設けることができるというところがおすすめポイントです。 ですので、生きていくにあたって、例えば大人になるにあたって答えがない問題に対してこう直面するとき、なんとかあると思います。そういったときにですね、いくつか答えを求めてしまうんではなくて、こういう考えもあるな、こういう考えもあるなっていうふうに言って、考えを深めていく練習にもなるというところ、大人になる上で、やはりこのですね修学旅行、ぜひ行ってほしいなというふうに思うコースでもあります。 その次ですね、R のカトパンティック究極の野外体験、無人島サバイバルってことでですね、えー、もう何度もですね、こうご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、花丸無人島を所有しておりまして、そこに行くことができるコースでございます。で、こちらのコースですね、えっ、ー、と、もう本当にこう写真等で見ていただくとわかる通り、ドラム缶風呂であったりとかですね、あとはテント泊であったりとかですね、もう本当に自分たちでこの無人生活をまず作り上げていくというところ。 人によってはですね、もう何もない状況じゃないかって思われる方いるんですけれども、あえてそこがいいんですよ。何もないからこそ、あるものを見つめる。今じゃあ、ここにあるもので、どういうふうにやったら、より行内良くなっていくのかなっていうところで、自然の環境の中にそこで飛び込んでいくからこそ、自分たちでこうどうすればいいのかって考える機会にもなるっていうところが一つ特徴というふうに思います。 で、このコースに関してはですね、えっ、ー、と、こちら、パンフレットにも記載がありますが、えー、事前のですね、コース説明動画ですね、必ず視聴していただく必要がございますので、そちらご確認をお願いいたします。あとは参加が決定した場合ですね、えー、7月の2日ですね、日曜日に Zoom を用いたですね、オリエンテーションというものを事前にも行いますので、そういった初注意パンフレットに書いてありますので、必ずご確認をお願いいたします。 さあ、ということでですね、以上でコースの説明おしまいでございます。残り1分となってきましたがですね、えー、なるべく皆様にお得な情報をお届けしたいので、えー、ちょっとそのまま見ていただければと思います。じゃあ次ですね、とちょっとスライド進んでいきます、えー。その次ですね、まずお申し込み期間に関してですね、4月の25日、もスタートしておりまして、締め切り5月の12日、金曜日です、えー。19時までになっておりますが、例年12日、もう11日頃からですね、ちょっとアクセスしにくくなることとかも考えられます。ですので、お早めにお申し込みください。 お申し込みしたらですね、変更できないのかという方いらっしゃるんですけれども、えー、申し込み後はですね、申し込み内容の変更修正できますので、えー、ご安心ください。ですので、例えばもうお子様とも決めていくって決めていたら、お申し込みしていただくのがよろしいかというふうに思います。じゃ次のスライド移ります。 ということで、先ほどお伝えしましたね。第1希望、第2希望までご登録いただけまして、第2希望に選択できるコースについては、花丸マークがついてます。パンフレットは花丸マーク。花丸の野外体験のウェブサイトだと、二重丸マークとなっておりますので、そちら確認ください。お願いいたします。さあその次行きましょう。ということでですね、まあ、コース選びについてということで説明していきます。 まあ先ほどもお伝えしました、ちらっと。お子様がですね、えー、行きたいと思ったコースとか、これ、お子様がもうサマースクリール行きます絶対行きたいですっていう子に関しては、行きたいとか、やってみたいとかって思うコースを選んでください。ただ、例えばですけれども、いますよね、お父様、お母様、行かせたい、でも我が子が行きたくないと思っている子に関しておすすめの声かけがあります、ここに書いてありますが、大体の方がですね、パンフレットをこう見せて、えー、どうする楽しそうだよ。先生も言ってるけど、行ってみないっていうふうに言うかと思います。そしたら、子どもたちはですね、100%行かないって言います。 なので、そのですね打開する声かけがあります。おすすめの声かけ、これです。パンフレットを見せて、じゃあ、どのコースにするか選んでいいよっていうふうにですね、前向きな声かけ、ぜひ練習してあげてください。というのは、子どもたちからしたら、お父さん、お母さんから離れるのは不安なんです。その不安なところにですね、自分の足で踏み出していくっていうのは、まだちょっと勇気がないんです。けれども、お父さん、お母さんが前向きに背中を押してもらえることによって、子どもたちもその挑戦っていうのをよりしやすくなるんです。ですので、前向きにどのコースにするか選んでいいよ。 一緒に選んでみようかというふうに声かけしていただければと思います。さあ、その次ですね、と皆様に届けてお得な情報ですね。まあ、これお伝えした通り、第2希望は決めてくださいということで、例年申し込み倍率が高い日程ですね、皆様であれば、例えば、なるべく落選したくないというふうに思う部分もあると思います。私たちもですね、なるべくですね、落選者というのは出したくないんです。企業努力をしていますので、えー、とお伝えしておきます。例年高い日程は7月の末からお盆前です。 ただこれは皆様納得いただけるかと思います。家族の予定を入れるときになかなかお盆シーズンはなっていうふうに思う方いらっしゃると思います。ですので、例年この日程はちょっとお、えー、申し込みの数が伸びやすいですよということを皆様、えー、と把握しておいてください。その次ですね、えー、さらにお伝えしておくと、一応去年ですね、えー、とこれ私全データ調べました。去年の一番高い倍率のところだとですね、第1位がリバー探検隊で2.7倍でした。 再ス予合2.4倍、ワクワクアドベンチャー2.3倍ということで、それぞれ倍率がありましたけれども、このどの日程、このコースどの日程も全部ですね、やっぱり7月の末から8月のお盆前の日程がこのぐらいでした。で、一番高いとこのぐらいになるんだなーっていうふうにちょっと皆様、えっと、知っておいてください。じゃその上で、今までこう参加された皆様どういうふうにしていたかというところですね、お伝えしていきます。先ほどですね、えっと、ァイヤーも言っていましたが、野外体験サイト必ずチェックをお願いいたします。 というのは、お伝えした通り、まず今日の段階では、今日の時点での申し込みの状況をまず確認できます。で、プラスですね、例えば、受け入れ枠数が増えましたよとかっていうところに関しても情報を公開していきますので、必ず確認をしてください。現在私たちもですね、各宿にこう交渉して、定員数をもっと増やせないかというところも交渉しています。そういった情報とかを発信するのは全てこの館だけに続けてもいいんですけどもね。ありがとうございます。YouTube に戻りますね。YouTube 見てください、皆さん。 はい。ということでですね。よろしいでしょうか。すいません。時間もちょっとですね、オーバーしておりますが、えー、もう少々お付き合いいただければと思います。ということでですね、第2希望まで入れるというところに関して、えっ、ー、と、昨年ですね、こう、惜しくも落選されてしまった方ですね、私たちも何とかこう、調整したんですけれども、やはりおりました。ただ、落選方した方のですね、ほとんどの方が第2希望入れてなかったんです。第2希望入れていれば当選したのになっていうところもありますので、えー、こちらご家族で相談していただいて、第2希望まで入れるということを私たちの方でお勧めいたします。 そして3つ目がですね、これ一番大事なんです。家族で話し合うということ。何かというと、まあ、例えば第一希望を入れて、第二希望も入れましたで。第一希望は落選してしまったけれども、第二希望当選しましたってなったときに、どう捉えるかが私たちすごく大事だと思っているんです。もちろんこうあの子供たちからしてみれば、一番行きたかったあのコースなのになって思う気持ち、理解できます。 ただ、例えばそこに集中してしまって、人数が、えー、惜しくも落選してしまうということも、これからの人生、何度かあるかと思うんです、それこそ例えば志望校を選ぶとかっていうときもそうですよね、恋愛のときとかもそうだと思います、自分の力だけではどうにもできない問題っていうときに直面したときに、どう捉えるかなんです、やはりこのそこで行ったときに、ああ、第二希望だからなと思った気持ちのままで参加していると、ですねやはり子どもたちにとっても学びあるスクールになかなかなかなりにくいのかなというふうに思います。 でですので私たちもやはりこう子どもたちにですね、よりその学びの機会になるようにということで前向きな声かけだったりとかですね、最善を尽くすとかもちろんですけれどもその子どもたちの気持ちを一番前向きにできる存在はお父さん、お母さんなんです。だからこそお父さん、お母さんで仮に第二規模になったとしてもでも、こんなことできるよよかったねっていうふうに前向きに声かけをしていただければなという,ふうに思いますしあとは家族の皆様でどういった結果になったとしてもその先で楽しめるように考えていこうね。 より前を向けるように、その先を都にできるようにしていこうねというふうに話し合うというところですね、ぜひ皆様でお願いできればと思います。もう私たちとしてみれば、えー、ともちろんこれ、ね、先ほどお伝えしたようにですね受け入れ枠数をなるべく増やせないかというところもやってはいるんですけれども、このパンフレットですね、この渡っている時点から子どもたちにとっても、そしてお父様、お母様にとってのスクールが始まってほしいなというふうにも思っています。 例えばお泊まりするのが不安な子をですね、このパンフレットもらって、どうしようかな、これお父さんお母さんとか先生たちから言っておいでって言われちゃうかなってドキドキする気持ち、そこからもう葛藤が始まってるんですけども、それも学びだと思います。不安なお父様お母様方、うちの子は一人でシャンプーができないの、一人でお風呂に入れない、その練習した方がいいのかなって思う気持ちあるかと思います。その練習も含めて全てスクールだと私たち考えてます。 サマースクールに行くことだけではなくて、そこに向けて努力をするという部分、そしてそこに向けて頑張るとか不安な気持ちとか、すべて含めて子どもたちの成長につながればと思っておりますので、ぜひです、ね、皆様、サマースクールですね、えー、一つのお子様の成長の機会としてですねご参加いただければというふうに思いますので、お願いいたします。 ということで、ちょっと今日オーバーしちゃいましたけれども、えっ、ー、と、もしですね、また何かご不明な点とかありましたら、野外体験のお問い合わせフォームにですね、ご連絡いただければというふうに思いますので、そのお問い合わせフォーム、えっ、ー、と、順次ご回答させていただきますので、どうぞご活用ください。お願いいたします。最後に大事なのでもう一回言っておきます。お申し込み期間もうスタートしております。4月の25日火曜日から5月の12日19時までとなっております。必ずこの締め切りの時間、守っていて、お願、ね、い、守るようにお願いいたします。これ過ぎちゃうとお受けすることできませんので、よろしくお願いいたします。ということで、ちょっと時間 オーバーしちゃいましたが最後までご視聴いただきまして皆様本当にありがとうございました